皆さん、こんにちは。司法試験2021年度入門講座、全体構造編第1回目始めていきます。担当いたしますのは、東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、2021年度の司法試験、予備試験もロースクールもこれ一緒です。予備試験もロースクールも2年コースだったらね、全部法律の試験出るし、司法試験も法律の試験なんで、これ全部共通の授業になってます。あと、総合職、国家総合職って公務員の試験を受ける方、これもですね、由来紐解くといろいろあるんですけど、ほとんど法律の試験なので、全体構造編とか憲法とか民法は全て共通になっております。で、最初にちょっと、初回なので持ち物確認しておくと、まずね、レックはこのセブンサミットってテキストがあります。で、今回ね、全体構造編はセブンサミットのテキストも一応使いますが、あんまり使いません。で、私の講義っていうのは基本的には、このレジュメを多く使います。ね、せっかくセブンサミット出してるのに、なんでレジュメ使うか。というとですね、セブンサミットね、これね、詳しいんですよ。資料集とか辞書みたいに詳しい。で、司法試験っていうのはね、総合職とか全部含めてこれから司法試験って言いますけど、司法試験は網羅的な教材っていうのが絶対1個は必要だから、セブンサミットは結構詳しく書いてるんです。でも、これやっちゃうとね、これね、すごく丁寧にやると10時間、20時間かかっちゃう。なので、エッセンスをまとめたレジュメっていうのをお出ししてます。講義は基本的にレジュメに沿って進めてきますけど、分かんないこととか調べたいこと出たら、ぜひセブンサミットを見てください。あとね、初回だから申し上げておくと、法律の学習って社会の制度と密接に関連してます。例えばね、実印って聞いたことあります？なんか聞いたことあるかもしれない。大事な契約の時に使う。実印ってね、この真実の事実に、印鑑の印って書くんですけど、これ俗称なんですね。で、実印って何かというと、これね、市町村に自分の印鑑を1個登録できるんですよ。だって、私、竹山って言うんですけど、皆さん100円ショップ行ったことあります？竹山の印鑑なんていくらでもありますね。じゃあ、僕が印鑑をしたって誰でも買えるじゃないですか。じゃあ、竹山の本当に印鑑なのか分かんないので、市町村に1個登録できるんです。で、この市町村に、市区町村に登録した印鑑のことを俗称で実印っていうんですね。法律の用語ではありません。正式には印鑑登録した印鑑みたいな言い方をしますけど、これ実印って言うんですね。こういった概念なんかも民法とか民事訴訟法では使っていくんです。でね、こういった社会制度とかわからなかったらね、これインターネットで調べてください。インターネットに載ってます。結構何でも載ってます。なので、知らない社会制度は調べる。これね、いろんな科目でいろんな社会制度出てきます。こういったものもきっちり理解しないとダメなんだと思っておいてください。ただ調べたら出てきます。で、持ち物ね、さっきの話の続きですけど、このレジュメは必ず持ってきてください。でね、あとね、六法、法律の条文ってインターネットにあるので、インターネットで引いていただいてもいいんですけど、紙の六法がね、あった方がいいです。というのも、講義ではむちゃくちゃ引きます、六法で。これ引いて引いて引きまくるのが試験に受かるコツだし、あとね、司法試験とか予備試験の場合、六法貸してくれるんですよ、論文の本番では。なので、六法をいかに引けるかが大事なんですね。なので、六法を持ってきてください。ただ、持ってくるのはコンパクトなもので構いません。六法って6つの法律って意味なんだけど、市販の六法はね、6つの法律以外にもたくさん載ってます。ただ私はね、ちょっと古いんですけど、この2019のデイリー六法っていうのを使ってますし、他にコンパクト六法とかいろいろあります。2000円ぐらいで買えますので、ぜひね、それは用意してください。で、セブンサミットは使う時がありますので、講義の初回と持ってきてって言ったときは、ぜひお持ちください。
いいでしょうか。ここまでいいでしょうか。ちょっと次ね、予習、予習は特に必要ないです。むしろ復習に力を入れてください。なので講義に来て、復習をしていく。で、復習のやり方なんだけど、最初のうちは講義で使ったレジュメを6歩を引きながらもう一回再確認していってください。ちゃんと分かってるかどうか。まずはそれだけでいいです。で、民法に入ると論証というものが出てくるので、その時ね、説明します。まずは今のね、全体構造編のところはレジュメを見ながら読んで、6歩引きながら読んでいくだけでいいです。あとね、そうか、先取りで民法とかやる人もいるんで、ちょっと説明しておくと、民法とかね、全体構造編以外の科目は論証っていうのが出てきます。で、論証はね、書けるようにしてください。ただ一言一句同じである必要は全くない。似たようなことを書けるようにしておく。でね、これもう読むだけじゃね、まあ読むだけで覚えられる人はそれでいいんですけど、裏返して紙に書いて似たようなことを書き出せるのが最高で、実際それぐらいじゃないと司法試験とか受からない。で、いきなりそこまで到達する必要はないんだけど、今のうちからね、ちょっとずつやってください。民法とかね、そういった具体的な科目に入ってくると論証というものがあります。なので復習はレジュメを見て条文引きながら読んで理解するのと、あと論証を似たようなことを書けるようにする。これがまず第一の復習です。で、その後ね、余裕があったら、まあ1年目には担当問題集はついてないんだけど、自分で担当問題集買ってやってみたりしてください。で、そのあたりはね、個別にご相談ください。何やればいいかとかは。いいでしょうか。じゃあね、今日最初ですね、今日何やるかというと、これね、全体構造編って言って、もちろんこれからやるね、司法試験7科目あります。で、総合職もね、法律科目ばっかりです。それらの全体構造をやるんだけど、その前提として法律全体のね、共通事項というか基礎事項をやらないとこれから理解できないことがあるので、その基礎事項について説明していきます。でね、基礎事項って優しいって意味もあるんだけど、そうじゃなくてね、これ法哲学って呼ばれる学問の一分野なんですね。結構根源的なことを扱うので難しいこともあります。ただ特にね、法学部に行ってない人はこういったのやる機会ないので、ぜひ今日の講義はしっかり聞いていただきたいと思います。ということでね、早速レジュメでピラッと入っていきましょう。で、一番最初の法学入門なんですけど、民法、刑法、憲法の役割とあります。民法、刑法、憲法、これね、割と基礎的な3科目、法律の3科目とされます。司法試験、予備試験は必須だし、総合職でも、まあ、刑法は選択だけど民法、憲法は重要でね、ここで最初に皆さん考えてほしいんだけど、なぜ民法、刑法、憲法という順番に講師は書いているのか。これ憲法って聞いたことありますよね。日本国憲法、法の上の法で日本の最高法規なんだ。これ中学校とかでも習います。で、他の予備校だとね、憲法、民法、刑法みたいに書いてるんですね。憲法一番、最高法規だから一番上、それわかる。でも私はあえて民法、刑法、憲法というように、ポイントは憲法が最後ね、憲法を最後に書いてる。これなぜでしょうか。ここからね、今日考えていきたいと思います。でね、下、国家、国があります。日本でもいいですよ別に。で、私人 A、 私人 B、 国とか地方公共団体じゃない個人とか会社のことを法律では私の人って書いて私人って言います。要するに公じゃないってこと。なので皆さん、受講生皆さんは私人です。まあ普通の人 AB がいると思ってください。で、このケース考えましょう。私人 B は A の車を盗んだ。私人 A は国家を批判する本を書いた。この国では国民に表現の自由が憲法により保障されている。
しかし国家は国家を批判する言論を処罰する法律を作った。なんか後半急に難しくなりましたけど、まず前半考えましょう。 B は A の車を盗んだ。で、車を盗んだ場合の法律関係、もうこれ当たり前なんですけど、ちょっとね、最初なんで見ていきましょう。で、まずここ見てください。当然車 A のものだから A は B に車を返せと言えますね。で、2つ目、 A は B に損害賠償を請求できる。これどういうことかというと、例えばね、 B さんが A に車を返したのが1ヶ月後だったとしますよね。1ヶ月間 A さん車使えなかったわけです。分かりやすい例で言うと、1ヶ月間 A さんはレンタカーを借りたとしてください。1ヶ月分のレンタカー A さん損して B のせいですよね。だからそのレンタカー代を請求できる、そういうふうにお金が請求できるのが損害賠償です。で、上の図に書き込んでいくと、要するに A は B に対し丸1と丸2を請求できるんですね。私の車だから返せってことと、あなた車盗んだからお金を払え。いいでしょうか。丸1と丸2のことができる。このように私人 A と私人 B の間、つまり私人と私人の間の法律が実は民法なんです。この間の法律が民法だと思ってください。もちろん民法上の権利を請求するには最終的には裁判とかなるんですけど、ちょっと難しいことを言っておくと、とりあえず A と B の権利とか義務の関係は民法が定めてる。で、1ページの下から4行目見てください。民法ってまとめるとね、個人の財産関係、物を返せとかお金を払えば財産関係ですね。あと家族関係を規律決めている法律です。民法ってね、お金払えとか物返せ、それ以外にも家族関係、例えば結婚とか離婚とか、親が死んで子供が親の財産を受け継ぐ相続とか、そういったものも定めています。で、法律条文大事ですね。一発目の条文、民法709条。この709って数字も大事ですよ。お手持ちの六法で引いていただいてもいいし、ない人はここにも書いてます。もし持ってたらね、709条引いてみてください。民法709条、レジュメにも書いてますよ。なんて書いてるかというと、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。で、最初のうちはわけわかんなくても引いて読んでください。慣れも大事です。そしてできるんだったら、これをね、法律で抽象的に書いてるんだけど、具体的問題に当てはめてください。さっきの B が A の車を盗んだ事件いきますよ。 B が A の車盗んだってわざと盗んでますよね。盗んだっていうから、それね、故意なんですよ。故意ってわざとって意味です。要するに故意、まさに B がわざとまた過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害、わざと A の車を盗んだってことは、法律的に言うと A の所有権を侵害だから、故意によって B は A の所有権を侵害したものなので、これによって生じた損害を賠償する責任を。盗んだことで A さんはレンタカー代1ヶ月損したんだから、それを賠償する責任を負うってことになるんです。このように法律って具体例の中でしか生きてこないので、具体例に当てはめる癖をつけておいてください。いいでしょうか。ちなみにね、6歩引いてくれた人、タイトルにある通り、これ不法行為っていうんです。民法709条は不法行為の代表的な条文です。この言葉を覚えておいてください。何度も何度も出てきます、不法行為。いいでしょうか。不法行為ね。じゃあ盗んだ事件いきましょう。盗んだ事件ね、当然ね、日本でも
まあ、普通の国でも人のものを盗むって犯罪ですよね。なので盗んだ B さんは普通に処罰されます。でここでね、盗まれた被害者が加害者にお金を請求するのと処罰って別なんですね。で処罰は国が行います。国が B さんを処罰しようとする。この丸さんね、 B の行為は窃盗罪に当たるので国家は B を処罰する。この国は詩人 B を処罰しようとする。国が人を処罰するのが刑法ということになります。で窃盗罪の条文はちょっと書いてないんですけど、もし六法がお手持ちの六法があるなら刑法の235条になります。刑法の235、他人の財物を窃取した者は、要するに他人のものを盗んだ者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。懲役ってのは聞いたことあるかもしれないけど、刑務所で働かされる、あるいは罰金になるって書いてるんですね。このように国が私人を処罰する法律が刑法です。となるとなんとなく民法と刑法って全然違うなって思いますよね。私人私人の関係が民法で、結局はお金とか物の関係、国が人を処罰するのが刑法だ。なんとなく分かってきた。じゃあ憲法は何かというと、ちょっと難しくてここ見てください。詩人 A は国家を批判する本を書いた。で、この国では国民に表現の自由が憲法により保障されている。しかし国家は国家を批判する言論を処罰する法律を作った。ということで A はね、国家批判したんだから法律で国は A を処罰しようとしますよね。これ丸4、処罰しようとする。でこれ処罰の法律だから、まあ、特別法ってやつなんだけど、広い意味の刑法です。ただ A さんには表現の自由が保障されています。これね、刑法でも A さんには表現の自由ってのは A さんを守ってくれる表現の自由っていうバリアがある。これ憲法です。国家は A さんを処罰しようとするんだけど、 A さんに憲法は表現の自由ってのを国民に保障している。でここでね、憲法と刑法が矛盾してますよね。これ憲法は表現の自由があるってことは、国家批判する表現の自由があるって言ってる。でも国家を批判したら処罰する、矛盾してるわけ。どっち勝ちます？刑法と憲法だったら。これね、普通に中学生ぐらいの憲法の思い出してほしいんだけど、憲法は日本国の最高法規ですね。一番強いんですよね。ってことは矛盾したら憲法が勝つんですよ。だから結果としてこれ処罰されない、こっちが勝つから。つまりここで言うと、憲法は A を守ってくれるバリアのようになっている。これが憲法です。で文章で言うと丸よね、国家は A を処罰しようとする、しかし A には表現の自由があるので処罰されない。これは憲法で定める表現の自由と処罰しようとする法律が矛盾しているので、法律の方が負ける、無効になるというんですけど、そういうことになってます。いいでしょうか。じゃあ2ページ目いきましょう。じゃあまとめね、民法は見たから、刑法っていうのは犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法律です。さっき窃盗罪見たけど、殺人罪、物騒ですけど殺人罪とか普通に出てくるので、まあそういうもんなんだなと思ってください。でこれ人を殺した者は殺人犯ですね。死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処するということになります。で憲法っていうのはさっき見た通り、個人の権利、これ人権と言います。表現の自由がある、
自由があるっていうのは表現する権利があるってことですよね。だから人権と言います。あとね、人権のほかに国の組織の基礎、これ統治機構と言います。これについて定めたものが憲法です。で、統治機構っていうのは国会内閣裁判所、これがあって三権分立がどうのこうのってやったと思うんです。あれ、国の組織っていっぱいあるけど、基本的なのは国会で法律を作って、内閣が行政をして裁判所があります。そう、本当のミニマムな、国の組織の基礎を定めています。ちょっと見ていきましょう。憲法21条1項、集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。で、表現の自由があるってことは、国民は表現活動をして不利益を受けることがないという意味で権利があるということなんですね。今は抽象論だけど、そのうち憲法で具体的にやっていきます。41条、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。要するに国会ってのは最高だって、民主主義ですよね。民主主義っていうのは、日本でとってる民主主義は、国民の選挙で国会議員を選んで、その国会議員が国会で法律を作る、立法をする。で、唯一の立法機関だから、国会以外は法律を作れないよ。そういうことを言ってるわけです。で、先ほど申し上げたように、憲法は法の法、法律の上位にある法とも言われ、すべての法律より上位です。で、この他にも重要な法律はたくさんあるんですけど、しかし民法、刑法、憲法が基本である。ということで、最初の疑問に戻りましょう。なんで憲法最後か。これね、ちょっと1ページ目の図に戻りますけど、憲法って難しくないですか、話。だって民法って盗んだものを返せ、自分のものを返せ。刑法は盗んだから処罰する。結構素朴で、これってね、正直言うとね、制度の根本は違うかもしれないけど、日本で言えば弥生時代とかからありそうですよね。俺のものを返せ、盗んだから処罰する。でもこっちの話ってそんな昔からなさそうですよね。まず歴史なんですよ、これ。憲法ってのはめちゃくちゃ後でできた。これ民法的な法律って意味ですよ。今やってる民法は、この日本の民法じゃなくて、民法のような役割をする法律、刑法のような役割をする法律っていうのはかなり昔からあった。でも憲法のような役割をする法律は最近です。本当に、例えばアメリカ合衆国憲法って聞いたことあるかもしれないけど、あれぐらいの時代、フランス革命とかイギリス革命とか、それぐらいの時代に初めてできたんです。で、それは何でかというと、憲法っていうのは国家と人との関係で、この国家っていうのはね、いわゆる国民国家ってやつなんですよ。歴史家に言うと細部は違うかもしれないけど、イメージとしてこの国ってのは国民国家、もう国民って概念ができてからなんですね。で、国民って概念は、これ歴史の講義じゃないので、ちょっと飛ばしますけど、近代になって初めてできたんです。だって日本の歴史ひも解いても、江戸時代ってこれ全国統一されていたわけでは必ずしもない。江戸時代は藩なんですね。各藩が一つの国のようなもので、全部で連合国家みたいな感じですから。で、明治時代になって初めて国民国家統一されて、日本国民という概念ができたような感じです。なので憲法というのは極めて近代的なんだ、全然歴史が違うんだっていう意味で民法、刑法、憲法。あとね、これ学習上の話で、レックはね、民法から始まります。これなんでかというと、もちろん民法がこの法の本当に基礎的な部分を定めているっていうのもあるし、あとね、憲法って難しいんですよ。下の法律を無効にするってことは、憲法の下の法律の具体例知らないとイメージしにくい。そしてね、司法試験とか総合職でやる憲法って本格的な憲法です。で、本格的な憲法ってね、私もね、びっくりしたんですけど、めちゃくちゃ難しい。日本に、例えばね、歴史の授業、いや歴史じゃない、公民の授業で平和主義って憲法にありますよってやりますよね。で、ある意味中学校とかでそれ終わりじゃないですか。あ、平和主義があるんだとかね。そうじゃないんですよ。じゃあ平和主義があって、例えばね、あんまり司法試験に出ないんだけど、自衛隊って憲法違反か。まあそれぐらいの議論だったら聞いたことあるかもしれないけど、さらに、じゃあ自衛隊が仮に憲法違反だとして裁判で争えるのか。
とかね、そう、裁判でどうするかとか聞かれ方するんで、憲法ってめちゃくちゃ難しいです。なので、民法とか、まあ、少なくとも民法やってからの方が分かりやすい。学習上の順序と歴史という意味で民法、刑法、憲法と書いてます。いいでしょうか。じゃあね、2ページ目いきましょう。セクション2、裁判手続きの流れです。で、裁判手続きの流れ、これ民事訴訟法、刑事訴訟法ってやつでやるんですが、そうは言ってもね、民法とか憲法をやる上で最低限知らなきゃいけないんで、ここでイメージつけてください。裁判制度、括弧1裁判制度とは、黒ポチ裁判とは、これは社会において起こる具体的事件に対して、いかなる処理をすべきかについて、国の機関としての裁判所が法を適用して決定することを言います。で、実はね、この定義の中にもエッセンス詰まってて、まずね、裁判ってね、具体的事件に対してするんですよ。これね、具体的事件ってイメージしにくい人は抽象的事件の逆って考えるといいんですね。例えばさっき出た自衛隊は憲法違反かどうか、これは具体的事件ではありません。抽象論です。そうじゃなくて、隣の B 君が僕を殴って治療費1000円かかった、だから返せ、これが具体的事件。裁判ってのは具体的事件に対するものなんです。で、もう一個重要な要素、法適用です。例えば A 君と B 君のどちらがかっこいいか決めよう。これ法適用して何の解決にもなりませんので、そんなのは裁判ではない。あくまで法律を適用して決定することなので、法律ベースに乗らなきゃいけないんですね。この2つが問題になります。だから隣の人が殴ったんでお金返すは不法行為っていう民法を適用して解決できる具体的事件なんで、それに対する決定は裁判になる。あと竹山君が物を盗んだかどうか、これも具体的事件で、仮に盗んだとしたら窃盗罪で処罰できる、窃盗罪適用できるので裁判になるわけです。この具体的事件、法適用、これ覚えておいてください。これね、憲法って科目でまた生きてきます。で、裁判の種類、まず民事裁判あります。これ別名民事訴訟とも言いますし、民事事件ってもいう、ほぼ同じ意味。簡単に言うとね、民法絡みの事件だと、とりあえず思ってください。お金返せとかね、そういうこと。で、刑事裁判、刑事訴訟、刑事事件とも言います。これは物盗んだから処罰しますよとか、刑事裁判ですね。これの2種類があります。また行政裁判、行政訴訟、行政事件もあるが、これは広い意味での民事事件に含まれる。行政裁判とりあえず後でやるので、今は民事裁判と刑事裁判があるんだなと思ってください。まあ、民法絡みの裁判、人を処罰する裁判です。で、過去に裁判所の種類です。で、裁判所の種類は最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の5種類があります。で、家庭裁判所、簡易裁判所というのは一応特殊な裁判所で、一般的な事件は地裁。地裁というのは地方裁判所の略で、まず地方裁判所で審理されます。で、不服があれば上の裁判所に上訴っていうんですけど、いける、高裁に上訴して、高等裁判所の判決も不服があれば最高裁に行ける。とりあえず今の段階ではこんなイメージを持っておいてください。いいでしょうか。でね、これ書いておいてください。1個上の裁判所に行くのは基本的には公訴と言います。地裁から高裁は公訴と言います。で、高裁から最高裁は上告と言います。どちらもね、広い意味で上訴と言います。で、地方裁判所ってのは原則として都道府県に1個、北海道は広いから4つ、あとなんか支部とかも細かいこともあります。
で、高裁はね、なんつうんですかね、北海道エリア1つ、東北エリア1つとか、そんなイメージ。で、最高裁は東京に1個、こんな感じです。で、3ページ見てください。家庭裁判所。これ、家庭事件、例えば離婚の訴えとかね、あと少年事件、少年犯罪を裁判するために、特に設けられた裁判所で地裁と同等の位置にあります。で、これ地裁と同等の位置ってどういうことかっていうと、これね、さっきやった通り、最高裁が一番上で、で、高裁があって、地裁がありましたよね。で、地裁の裁判が不服なら高裁に控訴する。高裁の裁判が不服なら最高裁に上告する。これやりましたけど、これね、地裁と同等の位置、この地裁と横並びに家裁があるんですよ。で、家裁の裁判に不服があったら、これ高裁に行くっていうことです。これを地裁と家裁は同等の位置にあると表現します。いいでしょうか。で、この辺りもね、裁判制度とか憲法だと当たり前のように出てくるんですね。なので一応知っておいてください。で、簡易裁判所って何かというと、ちょっと特殊。少額軽微な事件、これ民事訴訟だと総額が140万円以下の事件、要するに140万円以下の請求する事件、いや、選択刑として罰金がある罪、例えば窃盗罪みたいな割と軽微な罪についての刑事事件等について、これを簡易かつ迅速に裁判する第一審裁判所、これが簡易裁判所というところで全国にたくさんあります。で、なおね、簡易裁判所だと弁護士つけないで裁判する人も多いです。日本はね、弁護士つけなくても民事裁判はできます。例えば友達に10万円貸した返せだったら、弁護士に依頼するとね、費用倒れになっちゃうこともあるので、簡裁で自分で裁判する人も多い。まあ、そういう意味で身近な裁判所ではあります。ただね、これ簡易裁判所って裁判官はね、司法試験に受かってないこともあるので、正直言うと弁護士の立場から言うとなかなか怖い裁判所でもあります。で、これね、今日はやっちゃいますけど、簡裁の事件はどうなるかというと、これ民事と刑事で違うんですよ。民事と刑事で違って、簡裁の判決に不服だと民事の場合は地裁に行って、高裁に行って、場合によっては最高裁に4回行くこともあります、例外的に。で、これは民事訴訟法って科目で詳しくやるので、今は特に触れませんけど、民事の場合は簡裁にの裁判に不服だったら地裁に控訴して高裁に上告をするって形になります。って言っても、法律ってね、実は抗議する方も難しいんですね。どこまで説明するかって話があって。ちょっとマニアックな話になったんですけど、皆さん気持ち悪いですよね。なんでここで4回あるのか。日本は三審制って聞いてたのに。ってことなので、もうやっちゃいましょう。これね、関西事件の民事は、関西の判決に不服があったら控訴ができて、地裁の判決に不服があったら高裁に上告ができて、最高裁には特別上告ってのができるんですね。これね、6歩お持ちの方もいるって、6歩引くいい練習なんで、ちょっと見ておきましょう。まずね、板書書き終わった人は憲法81条から見ておきましょう。
これはね、憲法でも何度も何度も引く条文なんですが、憲法81条。最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するか否かしないかを決定する権限を有する終審裁判所だ。これね、よく読むと、ある法律が憲法に適合、つまり憲法と合致するか、憲法と合致しないかを判断する終審最後の裁判所って書いてますよね。ってことは、いいですか？もしね、憲法違反の事件について関西で始まって地裁行って高裁行ってここで終わっちゃったら、憲法81条に反するんですよ。憲法違反かどうか決めるのは最高裁じゃなきゃいけない。だからその場合、三審制って聞いたかもしれないけど、憲法違反の最後は最高裁じゃなきゃいけないから、特別上告っていうのが認められてるんですね。これ憲法違反の場合、なので憲法81条が最後は最高裁じゃなきゃいけないよって定めているからです。で、実際に憲法を受けて民事訴訟法にもその条文があります。民事訴訟法327条をご覧ください。もしね、お持ちじゃない人は耳で聞いて、家帰ったら引いてください。ここにも民訴327条1項と書いておきます。民事訴訟法327条1項、頑張って探してください。高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所にさらに上告をすることができる。まさに関西地裁高裁って上がってきた上告審の判決に対して憲法違反がある最高裁にさらに上告することができる。これを特別上告と言います。で、どうです？もう最初からね、いろんな条文出てきましたね。これが司法試験とか総合職向けの法律の講義なんです。いろんな憲法とか民訴とか全部つながってるんです。全部つながっていて、かつちょっとこの裁判制度やる時でも条文引いたらね、たくさん条文が出てくる。で、今回入門だからね、あんまり詳しくはやらないんだけど、最初の講義だから。もう、軽訴とか民訴とかやったら、このレベルで条文引けるように。で、憲法の要請があるからこんな制度あるんだ。で、わかるようにしてください。あと、総合職の方、民訴軽訴は、科目にはないんですけど、最低限知っておいた方が、行政法とかの理解につながります。で、ちょっと脱線しましたけど、刑事の場合は、関西。で、控訴すると、なんといきなり高裁に行きます。刑事事件って人を処罰する裁判なんで、伸長を期するために2つ目は高裁です。で、最後上告したら最高裁です。こういうことになっています。よろしいでしょうか。じゃあ次、レジュメに戻りますよ。で、裁判の公開。日本では裁判公開の原則があります。憲法82条1項。裁判の再審及び判決は公開の法廷で行う。これを行う。で、これ後でやる例外がありますけど、とりあえず裁判公開原則もあるんだなと思ってください。では次に民事裁判です。このケースでいきましょう。ケース A は、
B に車を100万円で売る契約をした。しかし B に車を引き渡したにもかかわらず B は100万円を支払わない。まあ、100万円ってそれなりの金額ですから、どうしても払ってくれない場合は裁判を起こすしかないですよね。民事裁判です。括弧1、民事裁判とは、黒ポチ民事裁判括弧民事訴訟、これは民事上の紛争、つまり財産関係と家族関係における紛争、法律的なトラブルを解決する裁判です。で、民事裁判は原告、これ裁判を起こした人と被告、裁判を起こされた人のバトルなんですね、戦いなんですね。で、基本的に民事裁判というのは原告も被告も対等で、原告と被告が争って裁判官がそれを見て決めるスタイルです。だから裁判官はどっちかというと判定員みたいなイメージ、そういうことになります。で、裁判といえば弁護士なんですけど、弁護士って、ね、使わなくてもいいです。弁護士代理原則、まず前提なんですけど、日本では本人が弁護士を頼まなくても民事裁判を起こせます。だから本人訴訟って言って日本は自分で民事裁判やっていいんですよ。やっちゃダメな国もあります、ドイツとかは。日本は本人訴訟が認められている。で、誰かに頼むのであれば弁護士でなければならない。で、頼むんだったら他人の裁判できるのは弁護士だけってことです。で、あと総額140万円以下の一定の事件、簡易裁判所管轄の場合は司法書士、司法書士って後でやりますけど、登記ってやるものをやる人なんですけど、司法書士でも良いことがある。なので民事裁判で弁護士に依頼すると、弁護士ってね、裁判所から代理人って呼ばれるんですよ。代わりにやってる、でいなくてもいいから代理人です。いいでしょうか。じゃあ3ページ下から4行目括弧に民事訴訟の流れです。まず訴訟の開始、 A は B に100万円の支払いを求める訴状を提出した。でね、これ A は B に100万円の支払いを求めるんだけど、訴状を提出する先は裁判所です。裁判所に訴状を提出して、訴状は裁判所から B に送達、送られます。で、民事裁判で重要な処分権主義ってルールがあるんだけど、処分権主義の一番大事なのは、訴えなければ裁判なし、訴えなければ裁判なしです。これはどんなに A さんと B さんがトラブルになっても、国が勝手に裁判をセッティングすることはありえない。 A さんが起こしたい、起こそうと思って起こしたら初めて裁判になります。だって国がわざわざね、トラブルにね、首突っ込んで裁判にする必要ないじゃないですか。 A さん自身が、つうか皆さん自身が民事裁判にするかどうかは選べるってことになってます。じゃあ4ページ目、裁判を起こすと丸に訴訟の審理です。でね、審理はね、訴訟要件の審理と本案の審理っていうものに分かれます。この訴訟要件と本案っていう言葉、ぜひ知っておいてください。訴訟要件と本案、訴訟要件っていうのは裁判所で事件を取り上げてもらうための要件です。例えば例見てください。A さんが B さんに100万円支払えて裁判を、もし全然無関係の C が裁判を起こしたら、この人関係ない人ですね、関係ない人が裁判を起こしたら、いやあなた関係ないからってことで門前払いになります。その門前払いするってのを法律用語で訴訟要件がないと言います。訴訟要件がない裁判ということになる。そして訴訟要件がないと門前払い、あなた裁判する資格ないですよって判決になるんですけど、それを却下判決と言います。で、ちょっと説明しておきますね。日本は裁判を起こすときに訴訟費用ってものを収入印紙で納めます。でもちろんこれ高いか安いかって議論はあるんですけど、例えばね、数十万円の裁判を起こすときの訴訟費用は数千円です。で、高いか安いか置いといて、数千円でね、裁判官に払う給与とか、その他公務員に払う給与とか、裁判所の光熱費とか全部賄えるわけがないですよね。しかも忙しい裁判所に、正直言うとわけのわからない事件を取り合わせる必要ないですよね。どっちのポテトが美味しいかとかね、そんなわけのわからない裁判は切りたいんですよ。そのために要求されるのがこの訴訟要件。
取るに足らない事件を取り上げないために訴訟要件ってものが要求されていて、訴訟要件がなかったら門前払いする、却下判決が出るということになります。これよくね、行政裁判で問題になります。まあ、いいか悪いか別として、例えばね、原子力発電所があります。でそこの隣に住んでる人が原発止めろって裁判を起こすのと、そこからね5000キロ離れてる人が原発止めろって裁判を起こすの、話が全然違いますよね。この時は遠くにいる人は関係ないでしょって言って訴訟要件ないってされることもあります。で訴訟要件があるんだったら本案の審理、これが中身、本当にお金を貸したかどうかとか、本当に物を売ったかどうかとか、そういうのが審理されます。でこれもね、弁論手続きと証拠調べ手続きに分かれて、で弁論と証拠調べの違いはいいんだけど、事実の主張と事実の立証に分かれています。 A は B と車を100万円で売る売買契約を結んだことを主張した。私は確かに B に車を売ったんです。で立証ってのは、 A は主張した事実を立証するため契約書を提出した、契約書で証明していく、こんな感じです。で皆さんね、まあ広い意味で法律家になるわけですから、主張と立証は区別できるようにしてください。主張ってのはその人が言ってることですよね。私は売買契約を結んだんです。で証明ってのは証拠を出していくこと、これ2つはね、はっきり分けてください、主張と立証ね。でちなみに売買契約の事実は代金を求める A が証明しなければならない、これ決まってます。で証明しなければならないということを法律用語では A に立証責任があると言います。でこれね、なんで A に立証責任あるかちょっと考えればわかると思うんですよ。だって何か請求する側が証明しないとダメですよね。立証責任 A にないんだったら A はでっち上げの売買でお金請求できることになっちゃう。だから何か請求するんだったらその人が証明しなきゃいけない。まあ、このあたりは民事訴訟法で詳しくやります。で逆にもし A が証明できなければ A が裁判で負けることになります。あとね、どの証拠を信頼して認定の資料とするか、またその証拠をどの程度信用するかについては裁判官の自由な判断に任せられている。これどういうことかというと、はい、売買契約書があります。で裁判官がこの売買契約書を見て A さん B さんに車売ったんだと判断しても法律上はいいし、逆にこれ偽造だね、信用できないから証拠にならないって判断してもいい。そこは法律のルールで決められてるわけじゃなくて、裁判官が自由に判断していいってことになってるんですね。これを自由心証主義と言います。なんとなくでいいんで、このあたりの用語は掴んでいってください。で、丸さん、訴訟の終了です。で、裁判官がね、どっちか決めたら判決を言い渡します。で、あと和解、和解ってのは話し合いね、話し合って真ん中ぐらいで折り合うこともあります。例えばさっきの100万円請求した裁判なら50万円の支払いで手を打ちましょう。これは当事者が納得してやるんで自由です。で、ここの用語を押さえてください。訴訟要件で原告が負けたら却下ね。で、本案審理で負けたら請求棄却という言い方になります。これね、知らないと今後ね大変なので知っておいてください。で、勝ったら請求任用判決ということになります。で、丸四、上訴。で、不服がある場合は控訴上告します。で、さっきやった通り地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の3段階が原則で、第一審控訴審は事実審であるが、上告審は法律審である。これ何言ってるかというと、日本でね、三審制取られてるんですけど、最初一審二審は証拠調べができるってことなんですよ。事実審ってのは、で法律審ってのは証拠調べできない。要するに言い方悪いけど机上の空論、書面だけで審理する、そんなイメージです。なのでね、最高裁判所でね判決変わると思ってる方いるんですけど、意外に変わらない。上告審は法律審、まあ、このあたりも刑訴民訴で詳しくやります。
じゃあ次行きましょう。3、刑事裁判です。ケース A は B 商店から1万円相当の品を盗んだ。 A には前科があり、悪質性が高いと検察官が判断したため、検察官が控訴提起した。で、日本では刑事裁判を起こせるのは一定の例外を除いて全て検察官です。検察官しか起こせません。で、5ページいきましょう。括弧1、刑事裁判とは、刑事裁判括弧刑事訴訟、これはある行為が犯罪にあたるかどうかを判断し、犯罪にあたる行為をした者に対して刑罰を加えるための裁判を言います。あくまで刑罰を加えるのが刑事裁判です。で、刑事裁判は国家、これ検察官が代表する国家と被告人とのバトルです。民事裁判では訴えられる人を被告と言いました。刑事裁判では訴えられる人のことを被告人と言います。ただ被告人は弱い立場にあるので弁護士をつけることができます。で、これ入門段階で本当はね、刑事訴訟法でしっかりやるんですけど、なんで被告人弁護人つけれるか、こんな悪人につけられるわけないんじゃないかって思ってる方いると思います。まあ、それはね、一例あるんですけど、実態を見ると違うんですよ。まず国家権力、検察官って国家権力です。警察官は裁判所の令状を持っていろんなところにも行けるし、人も呼べるし、何十人も何百人もいる。その国家権力がこの人犯罪者だって寄ってたかって証明しようとするんだから、被告人にもプラスしてあげないと対等な裁判できないっていう意味で弁護人選任権がまずあるということです。なので弁護人選任権がある。あとですね、やっぱりね、あの警察とか検察ってね、まあ、裁判になると被告人の悪いことばっかり言うんですよ。まあ、それが仕事だからね。だから弁護人がいいこと言わないとバランスが取れない、そういうのもあります。まあ、いろんな理由があって弁護人選任権があります。で、このあたりは刑事訴訟法で詳しくお話しします。じゃあ括弧に、刑事裁判になるまでの基本的な流れ、これ普通は警察官が捜査をして、あの警察っていうのはね、あの皆さんが知ってるおまわりさんです。で、まず犯罪捜査は警察が行います。あのガサ入れって言って家宅捜索、例えば竹山くんがね、疑われてんなら竹山くんの家に行って犯罪の証拠がないか、あるいは竹山くん逮捕して取り調べる。で、その上で今度ね、検察官も捜査します。これね、補充捜査って言って、検察官は最後この疑われてる人を刑事裁判にかけて有罪に持っていく人なんで、法律的な観点からあれ、まだ証拠が足りないんじゃないかとかやるわけですよ。法律的な観点から補充捜査をして、あ、これいける、有罪でいけるってなったら検察官が起訴する。そうすると刑事裁判になります。で、これね、今からぜひ覚えてほしいんですけど、逮捕ってありますけど、これ証拠隠滅を防ぐために被疑者の身柄を拘束するものであり、刑事裁判の条件ではありません。あの、別に逮捕しなくたって刑事裁判にかけられます。このあたりよくね、マスコミも悪いと思うんですけど、逮捕しないなんかけしからんって言うんですけど、逮捕しないことは無罪ではありません。逮捕はあくまで逃げたり証拠隠しするかもしれない人を捕まえとくだけ、別に逮捕しなくても刑事裁判にはかけられる。で、先ほど申し上げた通り、起訴するか否かは検察官が決めます。これを起訴便宜主義と言います。ただ検察官に起訴不起訴決められると、例えば身内のね、犯罪をかばったりするかもしれないので、不当な不起訴に対するコントロールとして検察審査会というものがあります。これね、検察審査会というのは検察官の不起訴処分を市民が審査するもので、不起訴不当とかそういった決議ができます。じゃあここで刑事裁判の流れを見ておきましょう。あの、実は民事裁判の方がね、自由です。刑事裁判の方が手続きかっちりします。で、もしね、裁判傍聴見に行くんだったら刑事裁判の方が見てて分かりやすいです。民事裁判ね、見てても分からない、あの書類のやり取りが多いんで、なのでもし傍聴行くなら刑事裁判を見るようにしてください。じゃあね、刑事訴訟の流れ見ていきましょう。まず冒頭手続きからやっていきます。でね、せっかくなんで6本もしお持ちだったら一緒に引いていきましょう。まあ、お持ちじゃなかったら、耳で聞いていただければ結構です。あの刑事裁判ってね、
ドラマとかで法廷見たことあります？裁判所。真ん中の証言台にまず被告人が呼ばれます。例えばね、竹山君がアンパンを盗んだ罪で起訴されてる。そう考えてください。そうするとまず冒頭手続きが行われる。せっかくなんで引いときましょうか。刑事訴訟法291条を引いてください。刑事訴訟法291条。検察官はまず起訴状を朗読しなければならないって書いてるんですけど、実はこの前に行うことがあります。ここのね、人定質問で規則196条って書いてますね。これ刑事訴訟規則ってやつなんです。刑事訴訟法の後ろあたりにあるので、ちょっと見てください。刑事訴訟規則の196条。条文引き慣れてない方大変だと思いますけど、条文引くのもね、立派な勉強なんですね。もう最初は苦労していきましょう。刑事訴訟法196条。裁判長は検察官の起訴状の朗読に先立ち、被告人に対しその人違いでないことを確かめるに足りる事項を問わなければならない。これ要するに名前と住所と本籍と職業と生年月日、別に覚えなくていいけどね、これ聞かれて人違いじゃないことを確かめるわけです。で、その次に起訴状が朗読されます。例えばね、こんな感じで、別に覚えなくてもいいけど、竹山被告人がアンパンを盗んだ罪で起訴されてる。被告人は、令和3年3月1日、午後8時ごろ、例えばね、架空ですよ、東京都千代田区霞が関1-1-1のセブンイレブン内において、店長〇〇の管理するアンパン1個120円相当を摂取したものであるみたいにね、起訴状が読み上げられるんです。で、その後に権利告知、あれですよ、あなたには黙秘権がありますみたいなことが言われます。刑事訴訟法の291条4項を、もし6本お持ちだったら引いてみてください。裁判長は起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し終始沈黙し、また個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与えなければならない。これ、あれですよ、あなたには黙秘権がありますってやつ。まあ、詳しいことを省略しますが、あなたには黙秘権がありますって権利を説明した上、じゃあ今ね、検察官が読み上げた起訴状に間違いありませんかって聞くわけです。そうすると竹山君はね、間違いありません、反省してますっていう場合もあれば、間違ってます、私盗んでません、嫌がらせで勝手にアンパンを私のカバンの中に入れられたんです、私は無罪ですとかいうこともある。まあ、有罪とか無罪とかね、言っていくわけです。じゃあその後、刑事裁判は ② 証拠調べ手続きに移ります。でね、民事裁判ってのはね、お互い対等の立場だから勝ったとかいろんな主張が飛び交うんだけど、刑事裁判ってのは基本的に検察官が読み上げた起訴状の事実があるかどうかを確かめるので、いきなり証拠調べなんですね。で、冒頭陳述、法296条、刑事訴訟法の296条を引いてください。証拠調べの初めに、検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。ただし、証拠とすることができず、また証拠としてその取り調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見または予断を生ぜしめる恐れのある事項を述べることはできない。証拠により証明すべき事実を検察官は最初に明らかにします。で、これどういうことかというと、例えばね、さっき竹山君がアンパン盗んだ罪で起訴されてる、でも誰かに入れられたって言ってましたよね。
そういう事件、検察官どうするかというと、検察官は冒頭陳述でね、竹山は、午後何時何分ごろ、アンパンを手に取った上、自分のカバンに入れました。その時に周囲に人はいませんでした。そのことを例えば防犯カメラ映像で立証しますみたいに言うんです。それが冒頭陳述で、冒頭陳述が終わった後、犯罪事実に関する立証。実際ね、防犯カメラ映像だったら、裁判所でね、こう映像を流してみるわけですよ。で、これで、ああ、確かに竹山入れてるなって裁判官が見るわけです。で、犯罪事実に関する立証が終われば、情状に関する立証。これ何かというと、反省しているとか、被害弁償した、弁償したとか、そういう事実があれば立証をして、最後に被告人に事情を聞きます。311条を引いてください。被告人は終始沈黙し、また個々の質問に対し供述を拒むことができる。で、311条2項、被告人が任意に認述をする場合には、供述をする場合には、裁判長は何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。まあ、こういうことになります。で、ちなみに法律初めての方、これね、こう311条ってあって、丸1って書いてるのが1項ね、丸2って書いてるのが2項ね、そういう読み方をします。で、6法のね、お手持ちの6法の最初の方に、そのコードか、そういったことは書いてると思いますので、後でそれは見ておいてください。でね、セブンサミットに書いてます。ちょっとね、それをね、最初にやっとけばよかったですね。11ページ見てください、セブンサミットの。で、この条文の読み方で、1、条文の故障ってとこ見てください。11ページね、セブンサミット。条、項、号ってありますね。条の方が大雑把で、号の方が細かくなってます。法典の中で条文番号が1条、2条と順についている。最初が1条である。で、1つの条文の中で複数の内容を定める場合には項によって分ける。1項、2項と条文をつける。6法では丸1、丸2等と付して1項、2項を区別している。さらに項の中で箇条書きで列挙する場合には号を使う。で、箇条書きが5なんですけど、そこまで細かく覚えなくていいくて、要するに条項5の順でずっと細かくなっていくと思ってください。で、実際12ページ見てください。例えばね、ここに刑法19条丸1って書いてると、これはね、刑法19条1項と読みます。で、これ次に掲げるものは没収することができる。でね、これ19条1項であえて読むと柱書き。1号、2号、3号、これ1、2、3は1号、2号、3号ね。1号、2号、3号の前にあるやつは柱書きと言います。で、1号、犯罪行為を組織したもの、これ19条1項1号と言います。で、2号はここに書いてる。そういうふうに読んできます。で、最初のうち慣れないかもしれないけど、慣れたら当たり前になりますので、何条、何項って講師が言ったらパッとね、弾けるようにしておいてください。で、さらに、括弧に本文正し書き。括弧1の刑法19条2項の中で、ただし犯人以外のものに属するものであっても、犯罪の後にそのものが条を知って取得したものであるときは、これを没収することができるという文章、これ正し書きと言います。これ正しって書いてるから正し書き、これそんなに難しくない。で、正し書きの前を本文と言います。あとか、これ結構重要だね。で、正し書きは前の文章に対する例外を述べる場合である。これね、実は後々大事になってきます。原則例外を示す例外の時に正し書きって使うんですね。これは記憶に入れといてください。民法とか民事訴訟法で生きてきます。で、佳子さん、前段後段、ある条文の中や項の中で文章が2つに区切られている場合は、前の文章を前段と言い、後の文章を後段という。ここに例えば憲法21条2項が出てて、検閲はこれをしてはならない、で、通信の秘密はこれを犯してはならないと、2文が対等に並んでいるときに前段後段と言います。
だから原則例外で書くなら正し書きで書くし、並列に並べてるなら前段後段で書く。まあこのあたりはふーんと思っておいてください。ということでレジュメの6ページ目に戻ります。で今刑事訴訟手続きをやってました。で証拠調べ終わると最後丸さん弁論手続きに行きます。検察官の論告求刑です。刑事訴訟法293条をご覧ください。証拠調べが終わった後、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。これ何言ってるかというと、さっきね、被告人が無罪を争っている場合はなんでこの人が有罪かっていうのをちゃんと言ってくる。いや、竹山さんがアンパンを手に入れて周囲を見回した後、自分のカバンの中に入れたことは防犯カメラ画像によって立証できます。さらに防犯カメラ映像に手を加えられた偽造や改ざんの証拠もありません。ってことは竹山がやったに違いない。で竹山は非常に悪質だから求刑懲役3年とか言っていくわけです。でそれに対して弁護人の弁論293条2項ご覧ください。被告人および弁護人は意見を陳述することができる。弁護人がね、被告人が無罪の理由を言っていくわけです。まあ、なかなかさっきのね事件だと無罪言えないんですけど、何でしょうね、例えば防犯カメラ映像は偽造された可能性があるとか、映っていない場所があるとかね、なんかそういうことを言っていくわけです。で最後被告人の最終陳述、被告人最後に何か言っておきたいことありませんかって聞いて終わり、弁論終結で判決になります。でここなんだけど、合理的な疑いを超える程度の証明を検察官がしなければ有罪にできません。逆に言うと刑事裁判では立証責任は常に検察官にあります。検察官って強大な国家権力なので、検察官が証明できないものは無罪になります。疑わしきは罰せずとも言います。でこれもいろいろいろんなご意見はあると思うんですけど、まあ、強大な国家権力がねガチガチに警察官何百人も使って捜査してわからないものは無罪なんですよ。国家権力ね、本当にね日本の警察優秀なんでいろんな捜査できます。それでも証明できなかったら、まあ、無罪なんだ、そんなイメージでいてください。あと自由心証主義は刑事裁判でも採用されています。で場合によっては上訴、上の裁判所に上訴をしていきます。じゃあ次行きましょう。4、行政処分と行政訴訟です。で行政処分と行政訴訟何かで、自動車の運転免許を持っている方、教習所でこういうことを習ったと思うんですけど、 A はよそ見をして運転していたので B を車で跳ね怪我を負わせた。この場合まず民事責任、お金払えと言われます。 A は B から損害賠償を求められた。これ民法709条ですよ。もう一回やっておきましょうか。民法709条引いてください。6本を持つじゃない方はレジュメの最初に書いてますよ。民法709条レジュメの1ページ目にも書いてます。もう条文はね徹底的に引きましょう。故意または過失によって、まあ交通事故なんだからよそ見をしたってのが過失ですよね、によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した、まあ身体を侵害しています。まあこれによって生じた損害を賠償する責任を、それの治療費とかそういったものを賠償する責任をってことになります。であと一応ねこれ犯罪ですから、 A は自動車運転過失致傷罪で起訴された。でさらに A は運転免許の停止処分を受けた。運転免許これがないと少なくとも公道上は運転できないわけですけど、この免許が停止になった、停止の期間中運転できないですね。これが行政処分です。行政処分ってのは行政が法律の規定に基づいて国民の権利を制限し、あるいは義務を課す処分です。よくわかんないけど行政がね、法律の規定に基づいて国民の権利を制限し、あるいは義務を課す処分なんだ。でねこのね
司法試験とか総合職って本当にいろんな科目結びついてるんで、行政書士の本質ね、理解できたら今日理解してほしいんですよ。権利ってどういう時に発生します？何言ってんでしょうね、私。じゃあ聞きますよ。皆様方がお店で20円で飴玉を買ったら、飴玉を引き渡せって権利が生まれますよね、お店に対して。これなんで権利生まれるんでしょうか？これだってお金払って契約をしたからですね。これ法律学なんで、分析的に言うと売買契約を結んだから請求できる。じゃあね、皆さん何でもいいですよ。夜中にドラムを叩くのが趣味な人がいます。でも隣の人がうるさいってきて、結局ね、隣の人ね、毎日10万円くれるから夜中にドラムを叩かない。こういう義務ができました。この義務は何でできる？これは契約を締結したからですよね。他にもいろいろあるんだけど、民法の世界では権利義務なんで発生するかというと、権利義務の発生は契約による。で、他にもありますよ。もちろん他にもあるんだけど、メインは契約です。で、契約によってなんで権利発生するのか、義務が発生するのか、それは難しくなくて、お互いが納得して合意をしてるから。お互いの合意に基礎があるんで、極めて民主的です、それ。お互いいいって言ったんだから、権利が発生したり義務が発生したりする。これが民法の世界。ところが行政法の世界っていうのはちょっと違う。これはね、行政が A に免許停止処分をするわけですね。じゃあ、運転免許停止処分を食らう A さんって、これ A さんと行政が合意して運転免許停止処分にしてるんでしょうか？っていうと、そんなバカな話ないですよね。もちろん中には合意する人いるかもしれないけど、普通合意しないじゃないですか、こんなの。嫌に決まってるじゃないですか。じゃあ、なんで嫌っていう、 A さんが嫌って言っても運転免許停止処分ができるのか、一方的にね。これ一方的にできるんです。それは行政法の世界は法律で決まってるからですよ。法律の規定があるから、要するにこういう悪いことをしたら運転免許停止しますよっていう法律の規定があるから、運転免許停止処分ができる。これが行政法の世界です。でね、せっかく今日ね、最初にやってるんで、民法の世界っていうのはこのように合意から発生するんですよ。合意からスタートするんだけど、決めてないこととかいっぱいあるから、そこを埋めていくのが法律なんですね。民法の世界は合意が基準なんだけど、決めていないことを補充するのが法律、こんなイメージなんですね。もちろん例外もありますよ。でもベースな考え方は合意で決める。決まってないところを法律が埋めていくんだ。そんなのが民法の世界。一方、行政法の世界は法律で決まってるから運転免許停止。いきなり法律からスタートします。一方的に。このように権利義務の生まれ方が違うんだってのは、ぜひね、この段階から知っておいてください。行政法の世界は法律の規定があるから、一方的に権利を剥奪できます。運転免許停止処分って、一定期間運転をできなくなるという意味で権利剥奪しますね。あるいは運転しないという義務を課していると言ってもいいでしょう。よろしいでしょうか。
そして今イメージ作ってもらった行政処分、これの取り消しを求める訴訟等を行政訴訟と言います。これは行政事件訴訟法という法律が規定しています。で戻りますと、2ページ目に戻ります。2ページ目の裁判の種類です。これ民事裁判と刑事裁判の2種類がある。また行政裁判もあるが広い意味で民事事件に含まれる。この行政裁判は民事事件に含まれる。これ覚えておいてください。なんでかっていうと、民法の世界も権利義務に関することで、行政法の世界も結局権利義務に関することなんですよ。そこが似てるから行政裁判、広い意味で民事裁判ってことになる。さっきのね、イメージできない方、さっきの板書見てください。合意で決まるのか法律の規定で決まるのかって違いはあれど、権利義務に関する両方とも裁判だから、行政法の世界の行政処分の取り消し訴訟、行政裁判も民事裁判、広い意味で民事裁判の一種なんだ。そういうことになってます。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ今日の講義の前半戦終わりです。前半戦はどっちかというと法律の基本的な概要とか裁判制度に関するものでした。で実はね、司法試験の科目には7科目あります。どこに書いてるかというと、ですね、2ページ目見てください。予備試験も司法試験も担当論文の違いあれど大体科目同じなんで、2ページ目見ていきますね。でこの第2項担当式で、ここに7科目あるのは司法試験でも予備試験でも重要な科目で、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、これが7科目なんですね。でも実は商法以外全部触れました。憲法やったし、行政法も行政処分ってありましたね。で民法も触れたし、民事訴訟法、民事裁判も触れたし、刑法も触れたし、刑事訴訟法も触れた。大体概要イメージとしては今やった感じです。で総合職の人は憲法、行政法、民法までがすごく大事な科目で、商法、刑法とかは選択科目になってますので、憲法、行政法、民法を特に重視して、あと商法、刑法もやっていただくという感じです。でここからは法哲学って科目でやるような法律の基礎、この基礎は根源っていう意味で、優しいっていう意味での基礎をやっていきます。ただね、すごく簡単になるべく説明しますし、知らなきゃいけないことなのでやっていきましょう。じゃあレジュメの7ページ目、まずね、大陸法と英米法、この概念は理解しておきましょう。大陸法と英米法、世界レベルで見ると近代的な法は大陸法と英米法という2つの法系に分かれる。これはイスラム法とかは別に、ね、近代的でないって言ってるわけじゃないんですけど、ちょっとここ置いときましょう。あくまで西洋ベースの法律ってことです。これは大陸法と英米法という2つの法系に分かれます。で日本は結論から言っちゃうと大陸法、コンティネンタルです。なぜかというと日本ってね、ドイツの影響強いんですよ。明治時代もそうですよね。ドイツはヨーロッパ大陸、この大陸はヨーロッパ大陸って意味ね。なので日本は大陸法です。で大陸法はローマ法とゲルマン法の融合によってできたといえる法系である。でこの法系に属する国は多い。で簡単に言うとね、日本はドイツからいろんな学者をね呼び寄せて、明治時代いろんなことを発展させたので大陸法。あとね、ドイツとかフランスとか大陸のヨーロッパの大陸の国に侵略されて植民地にされていた国は大体大陸法になります。逆にイギリスとかアメリカに占拠されてた国は、植民地になってた国は大体英米法になってます。そんなイメージ、世界的に見てもね。で大陸法、この法系に属する国は多い。一般に成文法主義を採用しています。成文法主義って何かというと、法律は全部文書の形になって六法とかに収められている、そういうことを言ってます。でここではって思った方いますよね。
法律ってそういうものでしょ？文章の形に書かれてるものでしょ？それが常識でしょって思った方、あなたはどっぷり成文法主義、すなわち大陸法の世界に浸かってます。我々は大陸法に生きてるから、それが当たり前なんです。ってことは英米法は私たちの常識とは違う。見ていきましょう。英米法はゲルマン法、アングロサクソン法を起源とする方言で、法系でアングロサクソン諸国で採用されている。まあイギリスとアメリカですね。で、一般に判例法主義を採用している。これ判例法主義ってちょっと後で説明していきますけど、まず大陸系と英米法の比較です。大陸法は代表国ドイツ、フランスで成文法主義で、沿革としてはローマ法継承。ローマ帝国っていうのは大陸ですよね。しかもローマ法っていうのも成文法だったんです。そこから発展してきたから大陸法も成文法。一方英米法っていうのはイギリス、アメリカで判例法主義で、コモンローってものから発展してきました。で、判例法主義って分かんないですよね。次の黒ポチ見てください。大陸法系の諸国では抽象的な原則を樹立した上で、それを具体的事件に演繹的に適用するという手法が用いられる。民法709条くどいけど、もう一回引きましょう。民法709条、レジュメの1ページ目にも書いてます。大陸法ってのはこういうふうにね、抽象的な条文がまずあるんですよ。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を。で、大陸法の条文っていうのはね、まあ程度の差あれど、ある程度抽象的な法律の条文があって、それを具体的な事件に適用する。例えばこれって自動車事故で過失によって人をはねた場合にも適用できるし、電車の事故にだって適用できるし、網棚に物を置いて固定が不十分だったんでうっかり落ちて隣の人に怪我をさせた事例だって適用できるし、いろんな事例に適用できますね。なので大陸法の世界ってのは抽象的な原則を樹立、これが法律のことも多いわけですけど、抽象的な法律があった上でそれを具体的事実に演繹的に適用する、こういった手法が取られるんです。英米法の諸国はある事件が起こると、その先例となる事件を探し、そこから機能的にその事件に適用すべき法原理を見出すという手法が用いられる。これどういうことかっていうと、イギリスなんかね、実は成文法、つまり書かれた法律がない分野もたくさんあるんですよ。どうするかっていうと、ある事件が起こります。で、この事件どう解決するか、どっちが悪いか、これね、過去の裁判の判例を見つけるんですね。で、これね、一番似たようなものを見つけ出してきて適用したり、あとはここにある何か共通のルールを見つけ出して適用したりする。これが英米法の発想です。どうです？まあ、抽象論としては理解できるかもしれないけど、なかなか腑に落ちないですね。大丈夫、私も腑に落ちません。大陸法の世界に生きてるから。でも英米法ってのはこういうことをやるんです。でね、一つね、これ意識していただきたいのは、これ似てるって誰が判断するんでしょうね。裁判やる裁判官が判断しますね。そしてひょっとしてこう思った方いません？これって裁判官が似てるって言えば A にもなるし、 B にもなるし、 C にもなると思った方いると思うんですよ。それね、正解です。だから、いい悪いは別にして、そうなんですよ。
なのでこれ裁判官の裁量がすごく大きいんです。これがね英米法の裁判になります。ちょっとそれはね頭の片隅に入れといてください。そこから話がつながってきます。いい？英米法は裁判官の裁量、要するに裁判官の判断の余地がすごく大きい。いいでしょうか。でさらに言いますよ。なんかアメリカで陪審裁判って見たことありません？アメリカ映画とかで。あれっていうのは一般市民から裁判官役が選ばれて裁判をしていくんですよね。実は英米法の裁判ってのは本質的に言うと民主主義なんですよ。みんながこの人有罪だって言えば有罪になる、無罪だって言えば無罪になる、そういうシステムなんですね。その2つをね思い浮かべてほしい。まずこれ似たような事例を探してるから裁判官の裁量が大きい、プラス英米法の裁判って誤解を恐れずに言うと本質的には民主主義、多数決なんです。いい悪いか別にして、要するに多数決で選んだ国会議員みたいな人がイギリスだったら法律を作るし、別の多数決で選んだ裁判員みたいな、陪審員が有罪無罪を決める。三権分立でもちゃんと国会議員と裁判をやる陪審違うから、ちゃんと三権分立になってる。本質的に民主主義、もう全然違うんですね発想が。大陸法っていうのは職業裁判官って言って、まあ例外はあるんだけど、ちゃんとね司法試験とか受かった裁判官がきちっとした法律をガチガチに適用して判断する。英米法は民主主義、どちらかというとそういう発想です。いいでしょうか。じゃあね、日本は民法刑法などをはじめとして基本的には大陸法系に属する。あの民法刑法というのはドイツやフランスベースに作られています。ただ憲法刑事訴訟法とはアメリカ法の影響を大きく受けている。日本国憲法って戦後できますよね。 GHQ に占領されてからできたのでアメリカ法の影響も強い。で刑事訴訟法もその頃改正されているのでアメリカ法の影響も強い。ただ全体的に言えば大陸法です。日本は憲法刑事訴訟法はアメリカ法の影響も強いってことね。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。で大陸法と英米法に関連して法の支配と法治主義という考え方があります。これ憲法ですごく重要。あの国民の権利自由を権力から守るための2つの考え方があります。法治主義は行政権に対する不信から生まれたもの、行政権を議会が作った法律で縛ることが目的。法の支配は立法権と行政権に対する不信から生まれたもの、行政権と立法権、時には司法権をも自然法、憲法によって縛ることが目的。で、これ何を言ってるかって話ですね。で、8ページ見ましょう。まず法の支配から。法の支配とは支配権力は法のもとに置かれその定めに従って行使されなければならないという原理です。イギリス起源です。で支配権力っていうのは今でいう三権ね、あの王様の権力の王権しかなかったら王権が上位の方が縛るのが法の支配でした。ちょっとイメージ図はこんな感じ。法が王権を縛る。王様の権力といえども何か法によって縛られた。そしてね、この考え方を理解するポイント、僕も法学部で最初に習ったうちは全然イメージ分かんなかったんだけど、この法はねいわゆる法律じゃないんですよ。国会が作った法律とかそういうレベルじゃなくて王権よりも何か上のルールがあるんだっていうイメージ、これを自然法って言ったり正しい法って言ったりします。
これ全部大体同じ意味です。つまり王権、王様といえども従わなきゃいけない上位のルールがあるんだって発想、なら王様も好き放題やっちゃダメなんだ、そういう発想なんですね、法の支配って。で、その王権が時代が進むにつれて三権分立の三権になって、立法権、行政権、司法権に分かれていた。この三権分立の時代で権力が3つに分かれても、この全ての上位に法があるわけですね。これ正しい法とか自然法が。で、つまりこの立法権が作った法律ですらもこの正しい法に反することはできない。これが法の支配になります。で、なんとなく分かるような分かんないようなって感じですよね。で、思い出してください。イギリスは英米法、判例法、正しい法、自然法っていうのは文章の形にはなってない。誰発見する？裁判官。結局のところ正しい法、自然法にこの3権は反しちゃいけないって言うけど、これは裁判官が判断します。ということは裁判官がこれが正しい法だって言って、立法権が作った法律をねじ曲げるって言ったらダメだな、法律をダメだ、無効にしたり、行政権についてダメだって判断したり、時には司法権についてもダメだって判断をする。これが法の支配になります。そして正しい法、自然法と憲法ってのはちょっと違うんだけど似てるところもある。つまりイギリスってのは憲法もね書かれてないの。憲法も裁判官が発生するんだけど、この上位に憲法っていう正しい法があって、これね一致するわけじゃないけど近い、憲法で正しい法があって、それに行政権も立法権も司法権も拘束される、そんな発想です。で、これねなんとなくのイメージいいですよ。じゃ次行きましょう。これは国民に権利自由の保護を重視する視点に立っている。だって立法権も行政権も司法権も縛られるってことは国民の権利制限してますね。この3つの三大権力が国民をいじめるかもしれないんだけど、これらをちゃんと正しい法が縛っている。なので権利自由の保護を重視する視点、あと法の実質的な内容に関心が強い。あの英米法の方が書かれてないから柔軟な判断はできます。それがいいか悪いかはまた別の問題ですけど、柔軟な判断ができるので法の実質的な内容に関心が強い。法を発見する裁判所が法の担い手として重視される。さっき言った通り何が正しい法かっていうのは判例を見て裁判官が判断します。なのでね、今法を発見するってフレーズありますよね。英米法は本質的にね法律は作るんじゃないんですよ、発見するんですよ、過去の判例から。そういう発想なんですね。で、法制定権力である立法権に対する抑制原理としても重要な意義を持っている。これどういうことかというと、あの立法権って今民主主義だから、みんなの選挙で選んだ、日本で言えばね国会議員が作った法律だから正しいに決まってる、民主主義万歳なんですよ。でもそうじゃないよ、民主主義も時には誤るから、この立法権が作った法律ですら憲法には反しちゃダメなんだよ、そういったことも法の支配では伝えているということです。いいでしょうか。ただね、
これらはふわっと理解してください。なぜかというと英米法自体ふわっとしてるから。あのラフジャスティスなんか大陸法の人は言ったりします。ラフっていうのはね、乱暴なってことね。結構ざっくりとした判断をするのが英米法です。実際にそれはね、いい面もあるし悪い面もある。あとね、イギリスの憲法なんかね面白くて、ちょっとだけ話すると、これね、でもなんか裁判官が判断して国会が作った法律をねじ曲げるってなんか良くない気もするなって思った人、イギリスってね、十数年前まで司法権と立法権って大しては分かれてなかったんです。実は貴族院の人が司法権のトップについたりして、これ結構ね一体だったんですよ。なので逆に言うとこんなことが許されたって背景もあります。まあ、今ちょっと余談なんでね、とりあえずここに書いてることぐらいをざっくり理解すれば法の支配は十分です。で、ここね憲法でやるんだけど理解しにくい概念なので今日マスターしちゃいましょう。で、休憩挟んだ後次は法治主義からやっていきます。それではここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。それでは後半始めていきます。さっきまでは法の支配やってみました。次は法治主義です。で、法治主義は2つに分かれて、形式的法治主義と実質的法治主義に分かれるんですが、まずは形式的法治主義から。形式的法治主義とは、行政権力や司法権の源泉を議会の定める法律に求め、これらの権力行使は法律に基づかなければならないとする原理を言います。19世紀のドイツ起源です。で、個人の権利や自由を国家権力の乱用から守ることを目的としています。で、国権の最高機関の地位は議会。議会というのは法律を作る機関ね。なので形式的法治主義のイメージとしてはこんな感じ。立法権、行政権、司法権があって、簡単に言うと民主主義最高、これが形式的法治主義。民主主義で選ばれた国会議会、これが最高ってことですよ。要するに立法権が最高の機関ってこと。分かりやすいですね。だって国民が選挙で選んだ人たちが法律を作ってるから、これが最高で、これの作った法律で行政権と司法権を縛る、これが形式的法治主義です。まあ非常に分かりやすい。なんか法律の上に正しい方があるんだよとかじゃなくて、民主主義が一番、民主主義で作った法律が一番だから立法権が最高、立法権が行政権、司法権を法律で縛るということになります。で、なんで英米法が法の支配でドイツとかが形式的法治主義か、それについてね、もう説明していきます。でもイメージ付けのためにすごく簡単に言うと、なんで英米法で法の支配が主流になったか。法の支配で実は一番強いのは裁判官ですね。で、法の支配というのはね、このイギリス革命前後において王様と立法権がこうくっついて国民をいじめてた。まあ国民って言っても地方のね有力者なんですけど、それをいじめてた歴史がある。つまり英米法の世界では立法権とか行政権に不信があるんですよ。で、司法権に信頼がある、どちらかというと。なのでこの上に、全ての権力の上に正しい方があるんだけど、それは結果的に裁判官が判断する司法権重視の法の支配ができたんです。一方、大陸法の形式的法治主義、大陸法っていうのはドイツ、フランスですけど、あのフランス革命をイメージしてもらえばいいです。あのフランス革命というのはもちろんね、あの人権条約とかね、あの人権規定とか、そういった性の側面もあるんですけど、一方で、司法権がですね、いろんな人をギロチンで処刑しまくってたっていう歴史もあるわけですよ。ということで信頼されてないの、司法権が。
だから司法権とか行政権とかむちゃくちゃやるから民主主義で縛りましょう。そういう発想なんです。なのでドイツ、フランスではやっぱ立法権が重視、英米法では司法権が重視されてます。ただね、この2つはね、どっちでもよかった。立法権が暴走するまではどっちでもいいです。この形式的法治主義も立法権が暴走しない限りはまともに機能するんです。ところがですね、ナチスドイツの時代にナチスっていうのはですね、あれ選挙で選ばれたんですね。選挙で選ばれてむちゃくちゃな法律を作ったもんだから、民主主義も暴走するってことが認識され始めた。そこで今では形式的法治主義は取られずに実質的法治主義になってます。ね、実質的法治主義は法の支配とほとんど同じで、立法権、司法、行政権、司法権の上に正しい法がある。で、大陸法の場合は憲法は成文法のことが多いので、この上に憲法があって憲法が全部縛っていくよっていう実質的法治主義が今は取られています。形式的法治主義の上に憲法がある。だから立法権の作る法律も憲法に反しちゃダメなんだよ。これが実質的法治主義です。で、今のドイツ、フランスは実質的法治主義が取られています。で、実質的法治主義と法の支配はほとんど同じです。なので、試験では形式的法治主義と法の支配の違いの方がよく出ます、担当では。ただ今は形式的法治主義は取られてなくて、ドイツとかフランスでも実質的法治主義が取られています。じゃあね、とりあえず、表で、括弧3。法治主義と法の支配の比較で、ただ法治主義って言った時は形式的法治主義を意味します。そして形式的法治主義っていうのはネガティブなニュアンスがあります。原理、形式的法治主義は行政権と司法権を議会の定める法律のもとに置き、行政権と司法権の行使は法律、これは文字通り議会が作る法律に基づかなければならないとする考え。起源は大陸起源で19世紀頃から。特徴は議会が最高機関、行政権と司法権がこれに服従。これはこれでいいシステムなんだけど、立法権が暴走した場合には対応できない。法の支配、これ支配権力、立法権、行政権、司法権は全て法のもとに置かれ、法に従って行使されなければならないという考え方で、イギリス起源、17世紀中頃から。で、立法権、行政権、司法権全てに対する抑制原理で、法の実質的内容に関心はあるんだが、法の支配のもとにおいて正しい法を発見するのは裁判所なので、実質的には裁判所重視になります。で、どちらも国民の権利自由を保護するという目的は同じです。で、現在のドイツ、フランスでは形式的法治主義じゃなくて議会も憲法で縛られるという実質的法治主義の考え方が採用されています。じゃあね、ここまではざっくり理解しておいてください。で、気になる方のためにこれからちょっとだけ高度な話をします。ただこの高度な話は今分かんなくても結構です。法の支配と実質的法治主義って何が違うと思います？ほとんど同じですね。立法権、行政権、司法権の上に何かある。ただ法の支配っていうのはどちらかというと英米法的な概念で、これはこの権力に上にある正しい法は裁判官が発見するっていうニュアンスが強い。で、実質的法治が大陸法なんで、憲法は成文の形になっている場合が多い。要するに文書の形になっていることが多い。まあ傾向ですけどね、そういった違いはあります。いいでしょうか。で、これ一歩進めてね、もっと高度なことなんだけど、実質的法治はこれは書きましょうか。これ佐藤浩二先生っていう高名な学者が言ってるんだけど、法の支配っていうのは
正しい方は裁判官が発見するニュアンス。あくまでニュアンスですよ。必ずそうっては限らないですよ。法の支配の正しい方が成文の文章の形になっている憲法の場合も当然あるんですけど、するニュアンスがある。で、裁判官が発見するってことは、ある事件が起こって裁判やってみないと結論がわからないんですよ。なのでこれ事後規制に神話的と言います。一方で実質的法治主義、これは憲法は成文の場合が多いんですね。で、一般的に法律がきっちり最初から、法律がね、憲法も含めたルールっていうのが文章の形できっちり決められれば決められるほど事前に分かりますよね。これやっていい、これやっちゃダメだ。なのでこれ事前規制に神話的なんです。どちらかというとこれニュアンスレベルだけど、ほとんど同じなんだけど、ニュアンスレベルではこういった違いがあります。そしてね、こういった違いもね、理解しておいてください。憲法の担当って結構原理的な問題が出ることがあって、それいろんな考え方とか知ってた方が解きやすいですね。なのでこの辺りはね、知っておいた方がいいです。よろしいでしょうか。9ページセクション4、裁判の基準いきましょう。これ裁判官が裁判をするために、それによるべき基準、もっと言うと使うルールだと思ってください。裁判をするために使うルールは法律だけではない。法律以外のルールもあるんだ。そういうことをやっていきます。でね、法源って言葉を覚えておいてください。法源とは裁判官が裁判をする際によるべき基準、裁判する際に使うルールだと思ってもいいです。で、これね、まず制度上の法源と事実上の法源があります。制度上の法源は裁判官が制度的に従うべきもの。簡単に言うと、制度上の法源ってのは裁判官が法律とか憲法で絶対に従えって書いてるやつ。要するに裁判官って当然だけど法律と憲法に従わなきゃいけないですね。この法律とか憲法は制度上の法源ということになります。で、もっと広げて成文法、裁判官というのは文書の形になっている法律に従うのは当然だし、あと慣習法、日本でも補充的になんだけど、慣習法、文書の形になってない法律のようなものがあります。慣習法がこれに当たります。事実上の法源は裁判官が事実上従っているもので、判例や条理がこれに当たる。でね、今はふわっとでいいんですけど、日本って大陸法なんで裁判官は昔の判例に従う義務はないです、法律上。ただ事実上はやっぱりある程度重視してるっていう意味で事実上従ってる。なのでね、制度的に従うべきっていうのは従わないと違法、事実上従うっていうのは従わなくても違法じゃない時もあるんだけど割と従う、そういうニュアンス、こっちの方が弱い。じゃあ見ていきましょう。まず2、成文法。これ制定法ともいきます。括弧1、成文法とは、成文法括弧制定法とは、公的機関によって制定され、文書の形に表現された法律を言います。
なんで公的機関かっていうと、法律ってルールは日本でいう国会、国会を一般名称化すると議会って表現になります。議会ってのは法律を作る一般名称で、日本の場合は国会って名前になってるってことで、議会が作ることもあるんですけど、実はルールって行政機関が作ることもあるんです。なんか難しくなってきましたね。ちょっと順番に追っていきましょう。で、まず成文法ってのはとりあえず文書の形に表現された法律なんですが、対義語は不文法で、ここで大事なルールがあります。上位の法規に抵触する下位の法律は効力を持たない。これ成文法の段階構造っていうんですね。これがあります。例えば ここでね、法令っていうんですけど、法令の種類、なんで法律じゃないかっていうと、法律以外にも日本で国民が従わなきゃいけないルールっていっぱいあるんですね。で、これ常識にしちゃってください。まず憲法以外で一番強いルールは、憲法は除くよ、法律なんです。法律は議会、日本でいうと国会が制定した法規範、ルールのことを法律って言います。で、これは国民が民主主義で選んだ国会議員が作ったルールなので、めちゃくちゃ効力強い。ただですね、政令ってのがあって、内閣が制定した法規範、ルールを政令って言います。で、ちょっとゆっくり説明していきますね。日本ってのは難しいのは議員内閣制ってシステムを取ってるんですね。これ憲法でありますけど、議員内閣制って何かというと、日本のシステム、日本って今国会は自民党が一番多いですね、国会議員だから。自民党の人が総理大臣やる、だから国会の一番も自民党で、内閣も自民党。つまりこれは議員内閣制っていうのは、議会の多数派が行政も担う制度です。なので議会と行政が完全に分離してない、連動してるんですね。なので国会と内閣っていうんですけど、議会と行政、これはもちろん分離してるんだけど、緩やかな分離なんです。だからイメージしにくい。なんかね、日本って政治家ってっていう人と、行政権っていう区別が曖昧な人がいるのは、この議員内閣制取ってるからなんですよ。なんとなくね、なんか一体な気もしますよね。実際制度上、憲法上も一体なんです。ただ一応分離はしています。で、緩やかな分離なんですけど、一応分離してるって建前で、ちょっとこっちをね重視してこれから考えていきます。で、法律ってのは議会が国会した制定した法規範です。で、建前上国民の権利を制限したり義務を課したりするルールは全部国会が作ることが理想的です。でも国会議員って忙しいし、そもそもみんなね、例えば国会議員で弁護士の国会議員がいたとして、弁護士は法律詳しいかもしれないけど、例えば水産業に対して詳しくないかもしれないですね。国会議員って万能じゃないから、細かいこと決めてらんないんですよ。なので法律で大まかなことを決めて、細かいことは行政に任せる、もっと言うと官僚に任せる、大臣に任せるってことが行われるんですね。なので法律で大まかなことを決めて、その内閣とかが作るルールに任せることがある、これが政令です。
これが内閣が制定した法規範、ルールになります。内閣というのは大臣の集まりね。さらにもっと下に行くと省令って言って、各省の大臣が主任の行政事務について制定した法規範、こんなものもあります。でね、政令と省令を合わせて命令と言います。で、命令と法律を合わせて法令っていう、結局日本国民は法令、法律と命令の全部には従わなきゃいけないという意味で、よく契約書には日本国の法令に従いみたいに書いてるわけです。この用語ね、ぜひ理解しておいてください。で、これ司法試験でね、憲法でもまずこれ出ます。成文法の階層構造、あと具体的なね、法律の中でもこれが大事になったりします。例えばね、会社法って法律を探してみてください。六法の持ちの方、会社法ね、これ会社に関する法律で商法の主要科目になります。で、会社法のね、ちょっと引いてほしい条文があるんですが、314条でを引いてください。会社法って法律の314条。これ自体ね、司法試験にも総合職にもよく出る条文なんですけど、これね、株主総会の話。なんか身近じゃないんでなかなかイメージしにくいんですけど、まあ、株式会社っていうのは株主がね、1年に1回みんな集まって大事なことを決める株主総会。そこで取締役という役員がいろんなことを説明する、その義務について定めたのが会社法314条。見ていきましょう。取締役、会計参与、監査役及び執行役は株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合、その他正当な理由がある場合として、法務省令で定める場合はこの限りでない。要するに、会社法って法律で大まかなことを定めて、細かいことは法務省令に投げたんですね。この会の法令に投げることを委任と言います。まさに会社法314条は法令に委任したんです。で、省令のことを会社法施行規則と言います。で、これ法務大臣が定めたんで法務省令。会社法、法律で大まかなものを定めて、細かいことは法務省令とか、あるいは政令とか省令に、委任する、任せる、こういうことがよく行われます。あと今日初回なんで、これから重要になる事項を言っておくと、このようにね、法務省令で定める場合ってあったら、法務省令何条か気になりますよね。あの大抵の六法を左側見ると、参照条文ってあって、ここに書いてるんですよ。あのお手持ちの六法で違うんで読み上げませんけど、ここにね、法務省令会社施行規則71とか書いてません？あのね、法務省令で定める場合とか書いてあったら、必ずじゃないんだけど、大抵の六法は左側に書いてるんですよ。それ覚えておいてください。左側見ればいい。で、実際ね、これ会社法施行規則っていうのがあって、もし六法お持ちなら見ていきましょう。会社法施行規則71条、こっちにも書いておきますね。会社法施行規則71というのに委任されています。今はね、この、あの委任というか法務省令とか、そういう具体例を見てるだけなんで、中身は覚えなくていいですよ。会社法施行規則71条は、法314条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする、1号、株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合、次に掲げる場合を除く。
まあ、中身読み上げませんけど、こんな感じで法務省令がある。で、今ね、成文法の段階構図って何かというと、この会社法314と施行規則の内容が矛盾した場合、どっちが優先するか。それは上の方が優先する。それが成文法の段階構造ってやつです。複数のルールがある場合は必ずね、矛盾した場合どっちを優先するかってルールが必要で、この段階構造が まずね憲法一番上、国の最高法規だから。で、その次法律、国会議員みんなで作ったから。で、その次が命令です。で、もちろん政令と省令が矛盾することはあまりないんだけど、政令の方が上です。あの政令ってのは内閣みんなで作ったから、大臣全員の集まりが内閣。省令ってのは大臣一人で命令で、あとね、条例。条例ってのは一番下に書いてる通り、条例とは地方公共団体の議会が定めた法規範になります。東京都の条例とかあります。でね、これ引っ掛け問題なんだけど、条例って例えば東京都議会が作った条例だったら、選挙で選ばれた人が作った条例ですよね。民主主義的だからすごく効力ありそうなんだけど、これね、条例は命令より下です。なぜかというと、国の法律と地方の条例が矛盾した場合、国の法律を優先させないと統一国家が破綻してしまうからです。なので命令の方が条例より上。これは覚えておいてください。いいでしょうか。で、政令と省令だったら政令が上です。あと憲法と条約、条約ってのは国と国の間の条約だけど、これ憲法でやるんですけど、憲法が上ということになってます。これは憲法で詳しくやります。ただこの成文法の段階構造、上の方のルールが上優先する、これぜひ覚えておいてください。じゃあ次いきます。10ページで、成文法の読み方はさっき見ました。で、条文は条項号の順番で規定です。で、条号のとなっているものもあります。で、六法をお持ちの方は民法95条を見てください。民法95条1項、意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。で、1項、意思表示に対応する1を書く錯誤。なので95条があって1項があって、細かくするなら1項、条項号という構造になってます。ただね、中には条の次いきなり号になるパターンもある。会社法2条を見てください。会社法2条というところを引いてください。会社法2条、この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。で、いきなり1号が来る。こういうのもあるんでびっくりしないでください。で、法律の中身はね、各科目でやるんで今はいいです。じゃあ次行きましょう。今ね、法源の話でした。で、慣習法というものもあります。慣習法とは、慣習のうち法としての効力を認められるものを言う。で、これ不文法です。で、日本にある慣習法としては、これ閣議、これ内閣の会議、大臣全員が集まる閣議の議事は全閣僚一致で決定される。あの内閣で何か物事を決めるときって、これ多数決を取るのか全会一致なのかって分かんないですよね。で、実際に内閣法とか法律にも一言も書いてない、憲法にも一言も書いてないんだけど、慣習上全閣僚一致で決定されるとなってるんです。これは書かれてないけど慣習法です。ただね、日本は大陸法系の国なんで、大陸法は成文法の方が強い。なのでここに書いてる通り、慣習法は成文法に対する補助的な存在です。ただ慣習法と成文法がバッティング、矛盾したら成文法が優先します。
ただし、召喚衆は民法に優先します。あ、何言ってんだって話ですよね。これね、こう思ってください。商売絡みの法律は商法って法律があるんですよ。で、これ成文法です。で、商売絡みの慣習と商法だったら商法の方が強いんだけど、でも民法もね、財産に関することを定めてるから、商売絡みにも適用される場合がある。でもそれは商売絡みだから召喚士の方が優先する、こういう順番になってるんだよってことです。成文法の優位だから召喚士より商法が強いけど、商売絡みのことだから半分ぐらいしかね、重ならない民法は弱くしよう、こういう話です。これも成文法ね。じゃあ次行きましょう。で、これは法の適用に関する通則法ってやつで、成文法に取り入れられた合理的な規定を除いて、公の秩序または善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたものまたは法令に規定されてない事項に関するものに限り法律と同一の効力を有する。でね、これちょっと今ポイントだけ言うと、慣習は法令の規定により認められたものは法律と同一の効力を有するって部分がまずあります。これって当然ですよね。法令の規定により認められたらそれは同一の効力だ。ポイントはここ。慣習は法令に規定されていない事項に関するものに限り法律と同一の効力を有する。つまり、慣習と法律に定められているものがバッティングしたら、慣習は法律と同じじゃないって言ってる。法律で定めてないところはバッティングしてないですよね。矛盾してない。だからその部分は慣習は法律と同一の効力を有するって言ってるから、これは結局成文法の優位を言ってるってことになります。なんか条文たくさん出てきたから混乱したと思うんですけど、これね、法律ってね、一回学んだだけじゃ分かんないような構造になってるんでね、この部分ね、ぜひね、家帰って復習してみてください。で、やっぱり自分の頭で納得しないとそれね、分かったことにならないので。じゃあ次、判例。これやりましょう。判例ってね、いろんな意味がある。判例とは、講義には裁判例、判決例のことを言う。一番広い判例ってのは、要するに、こういう裁判がありましたが判例なんだけど、教義には、判決の結論を導く法的理由付け、判決理由を言う。狭い意味では、要するに、この結論を導きた法的な理由付けだけを判例と言います。で、この意味で使うことも多い。そして、一番狭い意味では最高裁の判決理由だけを言います。これが判例ね。で、成文法主義を取る我が国では判例は制度上の方言ではない。ただね、実は判例変更するのは簡単ではないんですよ。実は裁判官が前の判例と違う判断をするのはできるんだけど大変なんですよ。だからよっぽどじゃないと判例は変えない。ということで、判例は事実上の方言として現実には強い拘束力を有します。なんで判例の拘束力が強いかっていうのは憲法でやるんだけど、今の段階では判例に反する判断も裁判官はできる。でもそれをするには結構大変だから、よっぽどじゃないと判例を変えない、そんなイメージを持ってください。で、判例の読み方です。ここに南九州税理士会政治献金事件っていうのがあります。公衆法人である、公益法人である税理士会が会員から政治献金の目的で特別会費を強制的に徴収することが許されるかが争われた。これ憲法でしっかりやるので、今はね、さらっとでいいんですけど、要するにこんな感じ。で、税理士会ってのは、税理士にやるためには必ず税理士試験に受かって税理士会に登録しなきゃいけないと思ってください。
で、税理士 A がいました。で、この税理士会はね、丸々党に献金をするために、会費を集めた。でも、税理士 A さんがバツバツ党の支持してたら A さん嫌ですよね。いや、私のお金でなんでバツバツ党じゃなくて丸々党に入れるんですかって感じしますよね。で、これが例えば会社だったりテニスサークルとかだったら嫌だったら抜ければいいって話あるんですけど、税理士であるためにはここに入んなきゃいけないという意味で、実質上抜ける自由ないですね。税理士やるためには会から抜けられないっていう事情がある。こういう事情があるときに税理士会が政治献金していいのか、この事件に対し最高裁の判決があります。で、これ法律で言えば何条の問題かというと憲法の問題です。憲法21条を引いてください。憲法21条はこう書いてます。集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。ここにね、政治活動も表現の一種だから、政治活動の自由も入ってるんですね。これ、税理士 A と違う政治活動にお金使われちゃうって意味で、税理士 A の憲法21条1項の権利を侵害してるんじゃないかって問題と、あと憲法19条。思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。税理士 A さんは丸々と嫌いかもしれない。その思想と反するお金を使われているっていう意味で19条に反するかもしれない。まあ、そういったところが問題になります。で、ここでは、判決理由の話だったんで、ちょっとね、見ていきます。で、判例の読み方なんですけど、セブンサミットとかレジュメにこう事案が書いてます。で、事案も大事。どういう事案か理解していただいた上で判し。でね、判例ってね、ものすごい長いことがあるんだけど、大抵レジュメとかセブンサミットとかのテキストは判決理由だけを抜き出してます。なので本来長いんだけど、これも判決理由だけ抜け出してます。だからこれ全部判例、判決理由としての見ていきましょう。税理士会は強制加入団体で、会員には脱退の自由もないのであるから、さまざまの思想信条及び主義主張を有する者が存在することが当然に予定されており、そのため多数決原理に基づく税理士会の活動やそのための会員への協力義務の要請にもおのずから限界がある。抜ける自由がないってことは、いろんな思想がいるのね、人がいることを考えなきゃいけない。11条11ページ。そして規正法上の政治団体に対して金銀の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなす。だって、要するに政党に寄付をするのは誰に投票するかと表裏の問題だ、表裏の問題だ。そして会員各人が市民としての個人的な政治的思想見解判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄なので、特別会費徴収の決議は無効であるというふうに理由をつけて結論を示す。これが判例です。で、判例ね、結構大事です。特に憲法とか行政法って科目は判例ものすごく大事ですし、他の科目も大事になってきますので、判例出たらちゃんと理解をしましょう。じゃあ次、条理です。今法源の話で、法源の最後は条理。条理とは、具体的な事件についてその事案に即した妥当な解決を与える際のルールで、社会通念って言った方が分かりやすいかもしれない。社会通念とも言う。不文法です。例えばよく
出てくるのに警察比例原則、単に比例原則っても言います。これは権利自由の制約は社会公共の障害を除去するために必要最小限度にとどまらなければならないという原則を言います。よくね、法律の格言ではこう言います。スズメを撃つのに大砲を使ってはならない。不必要ですね。不必要なことしちゃダメ。例えば犯人を逮捕するのに警察官がピストルで射殺したらダメですよね。不必要ですよね。不必要な権利侵害はダメ。最小限じゃなきゃダメっていうのを比例原則と言います。よく使います。これいいでしょうか。で、民事事件においては条理は法源になります。それに対して刑事事件においては罪刑法定主義の観点から条理が直接の法源となることはない。罪刑法定主義っていうのは犯罪と刑罰は法律で定まってなければならないという原則を言います。いいですか。犯罪と刑罰は法律で定められていなければならない。これを罪刑法定主義と言います。そのうち出てきますけどね。だってなんで罪刑法定主義があるのか、これ憲法とかでガッチガチに解説しますけど、一言で言うと卑怯じゃないですか。だって国が犯罪って発表してないこと、いきなりね、竹山君あそこでタバコ吸っちゃ実はダメだったんだよ、はい死刑って、これ卑怯じゃないですか。それダメなんですよ。ちゃんと人を処罰するんだったらあらかじめこれが犯罪でどういう刑罰が科せられるかを事前に公表していなきゃいけない。これ罪刑法定主義ですね。決めて公表していなきゃいけない。で、罪刑法定主義があるので文章の形になってない条理で人を処罰することは許されない。どんなにね、例えば社会一般がこれダメだと思ってても法律とかで決められてない限り処罰はできない。だから罪刑法定主義の観点から条理が直接の法源になることはない。そういうことになります。いいでしょうか。じゃあ12ページいきましょう。法の分類です。公法、司法、社会法で、法の分類のやり方というのはいくつかあります。まずね、公法、司法、二分法というものがあります。公法、司法、二分法とは法律を公法と司法の2つに分ける分類方法で、これ伝統的な分類方法です。で、公法とは国及び公共団体と私人の関係を規制する法のことを言う。要するに国と人の間の法律が公法、国家権力が直接国民に介入するような法を言います。例えばさっきやった憲法、憲法って国から処罰しようとすると国民を守るバリアだから国と私人の関係の法律、これ公法。あとね、行政法も行政と私人の間を規律するから公法、刑法も国が人を処罰するから公法です。あとね、民事訴訟法、民事裁判の手続きを定めた法律と刑事裁判の手続きを定めた刑事訴訟法もこれ公法です。ね、民法が司法なんでこれ司法って考えがちなんだけれども、裁判手続きの法律ですよね。裁判って国ですよね。だから国の裁判所絡みの手続きだから一応公法になります。民事訴訟法と刑事訴訟法。で、逆に司法、これ司法って言うんですけど、講義とかでは私法ってあえて読んだりします。漢字の読み間違いを防ぐために。ただ正式な読み方は司法。司法とは私人間の関係を規制する法のことを言います。民法とか商法を言います。民法って一番最初にやった通り私人 A と私人 B の間の法律ですよね。これが司法で、商法ってのは商売絡みの民法みたいなやつなんです。なので民法と基本的に一緒だから司法。しかし公法と司法の2つで割り切れない法律も出てきました。例、労働法は伝統的に司法とされてきたが公法的側面があることも否定できない。これどういうことかっていうと、労働法ってね、いろんな労働関係の法律の集まりの分類なんですけど、聞いたことあるかもしれない、1日8時間労働が原則でそれ以上は原則ダメ、こういう規制ありますね。でね、例えば工場でアルバイトしてお金が払ってくれない人に裁判を起こすっていうのは人と人との関係ですね。これは司法なんです。でも
はい、工場長、あなたこの人に8時間以上バイトさせたよね。じゃあ刑罰だっていう時はこれ公報になるわけですよ。労働っていろんな側面があって、お金請求の側面は司法だし、刑罰とかルールの関係は公報なんで、これ伝統的には司法なんですけど公報的側面がある。そこでよく分かんないのがあるんで、公法、司法、社会法による三分法が提唱されました。これが括弧に公法、司法、社会法による三分法です。公法、司法、社会法による三分法とは、法律を公法、司法、社会法の3つに分ける分類方法です。公法と司法の定義は括弧1と同じです。で、社会法って何かというと、これ福祉国家思想に基づき、所有権の絶対性や契約締結自由の原則などを基本原理とする市民法を修正する法のことを言います。でよくわかんないけど、公法でも司法でもないものを社会法に入れたってイメージです。さっきの労働法は社会法になります。せっかくなんで条文引いておきましょうか。労働基準法って法律見つけてください。労働基準法って法律を見つけたら32条を引いてください。32条1項は、使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。2項、使用者は1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。でね、これ刑罰則があって119条、次の覚悟のいずれかに該当するものは6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金に処する。まあこれ探さなくていいんですけど、ここに書いてるよってことで、これは公法ですよね。公法的側面でも残業代払うとかそういうのは司法的側面なんで、これやっぱり公法、司法で割り切れないから社会法。あと独占禁止法、まあ社会の授業でやったかもしれないけど、カルテル、トラスト、コンツェルンとか独占ダメよって法律ですね。これも社会法。あと社会保障法、これもね、社会保障法っていろんな法律の集まりなんだけど、生活保護とか年金とか児童福祉法とか、いろんなまさに福祉的な法律が入ってる分野、これらを社会法と言います。で、気をつけていただきたいのが、二分法が間違っていて三分法が絶対的に正しいということではなくて、あくまで分類の方法が複数あるということです。なので公法、司法に2つに分ける方法もあれば、公法、司法、社会法の三分法もあるんだ、この程度で押さえておいてください。で、他の視点からの分類法、実態法と手続法、これよく使います。これ何かというと、実態法っていうのは権利義務、犯罪の要件とその効果など実質的な法律関係の内容を定める法のことを言います。要するに権利とか義務とか具体的に書く民法とか商法とか刑法、要するに中身を定める法律、手続きじゃないってこと、手続きじゃなくて中身を定める法律を実態法と言います。例えばね、実態法は結構ね、これ要件と効果って言葉が出てきましたけど、要件と効果で書かれていることが多いです。絶対そうではない。ちょっとやっときましょうか。例えばね、6本お持ちの方は民法をちょっと引いていただきたいんですけど、民法96条1項、民法96条1項を見てください。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。これ意思表示って難しいけど、契約だととりあえず思ってください。要するに詐欺、騙された契約は取り消すことができるよって法律です。で、要件っていうのは何にも難しくなくて、なんちゃらならば、
効果っていうのは何々となる。で、民法とか刑法は要件と効果がはっきりしている条文が多いです。今で言うと、詐欺による契約ならば取り消すことができる。だから要件としては詐欺による契約、効果を取り消すことができるってことになります。じゃあね、要件と効果って話がせっかく出てきたので、ちょっと練習しておきましょう。これ大事です。2ページ目に刑法199条というのがあります。これシンプルな条文ですね。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。はい、要件と効果は？これ文章にね、この文章の形にね、とらわれすぎないで。簡単だよね。人を殺したならば死刑、無期または5年以上の懲役に処せられる。これが要件効果になります。要件効果でできています。じゃあもうちょっと難しいやつ、その下に憲法21条1項書いてますね。これ集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。はい、これ要件効果でできてるでしょうか、できてないでしょうか。できてるとしたら何が要件でしょうか。憲法21条1項、集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。実はこれだけだと要件効果はないんですよ。ただね、ある条理あるいは分かりやすいのは憲法98条1項。憲法98条1項を見てください。この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない。要するに憲法違反の法律は無効だって言ってるんですよ。で、簡単にね、端折って書くと、これ憲法21条1項だったら単独では効果はないんですけど、これね、端折って書くときは21条をそのまま数字で書いて、1項このね、数字で書くことがあります。1項にプラス憲法98条1項、あるいはね、単に憲法じゃなくて法の階層構造、段階構造を使ってもいい。憲法よ、法律より憲法が上だってありましたね。それを使っても同じです。成文法の段階構造を使うと、表現の侵害する法律ならば無効。こういうことになるわけです。このように複数の条文を表すと、組み合わせると要件効果がはっきりする場合もあります。憲法98条1項でも成文法の段階構造でもどちらでもいいです。どちらかを使えばこういう結果になります。よろしいでしょうか。じゃあね、だいぶ脱線しましたけど、今実体法の話してたんですね。実体法ってのは、こ
このようにね、何か法律が無効とか、お金を請求できるとか、そういったものを定めるのが実態法。で、12ページ下から3行目、手続き法は簡単。実態法に定められた法律関係を実現するための訴訟などの手続きについて定めた法のことを言う。手続きについて定めたのが手続き法。で、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法は裁判手続きの法律なので手続き法。で、行政手続きは行政の事前手続き。例えばね、運転免許取り消しするためには必ず言い分聞かなきゃいけないとか、そういったことを定めた行政手続き法になります。あとね、不動産登記法。これ民法で不動産登記ってやるんですけど、簡単に言うと土地とか建物って大事な財産なのに誰のものか目に見えないじゃないですか。法務局に登録できるんですよ。それを不動産登記と言います。例えばこの家は竹山のものって登録できる。そういう不動産登記の手続きについて定めたのが不動産登記法。まあ民法とかでもね出てきます。こういうのが手続き法になります。まあ、こんな分類もあります。じゃあ次ね、13ページ、一般法と特別法括弧1異議です。一般法はより広い範囲事項を規制の対象とする法を言います。で、特別法は特定の事項関係を規制の対象とする法律を言います。で、具体例で見た方が早いので、で、お金を貸すときに利息を定めなかったとします。あのね、例えば年利 5% だってちゃんと契約で決めて貸したら年利 5% になるんだけど、決めなかった。ゼロって決めたっていうのも決めたうちに入りますよ。ゼロとも決めなかった、何も決めなかった。で、この場合民法では利息を請求できないって規定なんですけど、商法では法定利息、まあ今は法律で定まった利息だと思ってください。法定利息を請求できる。で、これね、民法と商法の関係っていうのはね、ざっくりイメージだと商売絡みの法律なんで、商人絡みは商法で、これイメージね、あくまで正確じゃないよ。で、それより一般の財産関係が民法だと思ってください。イメージね、正確に言うとね、もっとね、商法の適用範囲ってなかなか難しいんだけど、まあ、商売絡みが商法で、もっと広い財産関係が民法。ってことは民法の方が広いから一般法。商法の方が狭いから特別法になります。よろしいでしょうか。で、まあ、あの民法とか商法の条文ね、また後で引いといてください。ちょっと時間の関係上どんどん進みます。意外と時間がなくなってきたんで。でね、大事なのはこの一般法と特別法の関係は相対的なものです。ある法律が一般的か特別法のどちらになるかは他の法律との関係で決定される。何言ってるかというと、民法と商法の間では民法の方が広いから一般法で、商法が特別法でした。ただね、次見てください。商法と金融商品取引法の間では、金融商品取引法ってね、昔は証券取引法って言って株を買うとか、今ね、いろんな金融商品がありますので、あの特殊な生命保険を買うとか、そういう時に適用されます。でね、商売が広くて株の取引って狭いですね。商売の中に入ってますね。ってことは商法が広くて金融商品取引法がこの場合狭いってことになるので、この2つの関係では商法が一般法で金融商品取引法が特別法。ただ関係で決まるってことです。一般法か特別法かは、そういうことになります。で、括弧に同等の法規範の優劣、これ結構大事。1、特別法は常に一般法に優先して適用されます。だってわざわざ特別法を定めたってことは、要するに商人絡みだけは商法で特別法を優先に適用して、他は民法だよってことですよね。特殊なケースを優先する。で、あと
公法は前法に優先する。矛盾する法律を後から作ったなら、後の方が最新の国民の意思ですから、後の方が優先する。逆に公法は前法を廃するという言い方もします。で、法令が新たに制定改正された場合にはこの原則が適用され、新たな法令の内容がそれ以前の法令に優先して適用される。でね、難しいのが合わせ技。これ暗記しちゃった方が早い。特別法が前法で一般法が公法の場合、これなんだけど、特別法は常に一般法に優先して適用されるので特別法が優先です。これね、特別法が前法で一般法後から作られた場合、国会っていうのは特別法そのままでそれ以外の部分作ろうって考えてるから、特別法が優先するってことになります。丸3は暗記した方が早いです。じゃあ4、強行放棄と任意放棄。これ主に司法上の規定で問題になる概念です。でね、例見た方が早い。民事法定利息は原則 3% で、これ任意規定であります。これ何かというと、任意規定っていうのはね、利息を定めなかったらこれになるってことです。さっきのお金を貸す話はちょっとほっといてください。で、民事法定利息 3% 任意規定で書いてる。で、任意規定っていうのはいいですか、決めなかったらこれになるって意味です。任意規定は決めなかったらこれになるってことは、任意規定を無視して契約をすることは可能。別の規定を定めてもいい。で、利息制限法の上限利息は約 15%。 利息制限法って法律で年利大体 15% なんだけど、細かい規定はあるんだけど、それを超えて貸すと違法なんですよ。これは強行規定っていうと、これに反すると無効ってことです。つまり金銭を貸すときに 15% 強行規定までの範囲内で自由に利息を定めることができる契約自由原則で、もし利息を定めなかったら原則 3% 任意規定になる。で、商法だとか民法とかの話もあるんで、さっきの話は置いといて、ここだけで考えて、そうすると強行規定に反するまでは自由に決めれる。で、何も決めなかったら任意規定になる。これぜひ押さえておいてください。で、強行放棄、これ強行規定とも言います。は主に公の秩序に関する事項について規定したもので、強行放棄に反する法律行為は無効となる。つまり強行放棄はこれに反しちゃダメですよ、反したら無効ですよってやつ。逆に任意放棄、任意規定は主に公の秩序に関しない事項についての規定で、当事者が契約などで定めなかった事項を補充するものです。当事者が別の内容を契約等で定めていれば任意放棄は適用されません。で、イメージなんだけど、民法の世界では任意放棄の方がどちらかというと多い。なぜかというと、さっき書いた板書、だいぶ前に書いた板書出しますよ。これ行政法のとこでやったんですけど、民法の世界は契約で権利義務が発生することが多い。他もありますけどね。そして合意が重視されて法律は補充するイメージ。だから任意規定の方が民法は多いんですね。もちろん民法も強行放棄はあります。こんなイメージです。いいでしょうか。じゃあ次、14ページです。セクション6、法の解釈。これはね、具体例見ないと分かりにくいので、ざっくりとね、今日は終わりましょう。基本的な法の解釈のスタイルを学ぶ。1、分離解釈と論理解釈です。1、分離解釈。これ分離解釈とは、法の文言を持つ意味を明らかにする解釈です。条文の文言以外の事情は考慮に入れない。条文の文言が曖昧だったり文法的に複雑な場合に、その内容を明確にする。例えば、賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とするという規定があった場合、賄賂の意義を明らかにする。賄賂とは公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益であると内容を明確にすること。賄賂って言葉の意味からアプローチしていく。これ分離解釈と言います。もともと法律の解釈っていうのはね、聖書の解釈からスタートしたという説もあって、聖書の解釈とか外国語のね、文献の解釈とか、そういうイメージです。分離解釈って、この文言は何だ、それが分離解釈のイメージ。で、論理解釈っていうのは違う。論理解釈とは一切の論理を用いてする解釈であり、
2つ以上の法律や制度の間に表面上の矛盾があるときに、論理の操作によってそれを整合的に解釈することで、これよく使います。あのね、2つの例えば法律があったとして一見矛盾する場合はどうするかというと、どっちか無効ってするんじゃなくてね、なるべくどっちも正しいものとしたらどうなるだろうって考えていく。でこれなぜかというと、曲がりにもあれですよ、選挙で選んだ国会議員が作った法律だから、できる限り両方生かすんですよ。もちろん明確にね、こっちがこれ廃止するよって書いてあったら廃止になりますけど、そうじゃない限りは意味があるんだという前提で、なんとか矛盾なく解釈できないか。例えばこんな感じ、試験時間中にタバコを吸ってはいけないと定められている一方で、試験時間中の喫煙は所定の場所で行うことという規定があったとする。この2つの規定一見矛盾しますね。そうするとすっきりこの2つを活かせないかと考える。例えばですよ、試験時間中にタバコを吸ってはいけないという規定は、その試験を受験する受験生に対して向けられた規定で、それ以外のものは試験時間中でもタバコを吸うことができるが、その際には所定の場所で吸わなければならないと解釈することによって整合性を保つ。まあ一応矛盾はしますよね。これを論理解釈と言います。で、気をつけていただきたいのは、このように解釈することが正しいと言ってるわけじゃありません。こういった解釈をするならば、それは論理解釈と呼ぶって言ってるだけです。で、実は後でやるんですけど、解釈ってね、複数あることが多いんですよ。で、その複数ある解釈の可能性の中から一つを選ぶためには、論理を使ったり、あるいはね、本来言うと他の学問、例えば経済学的に見てこっちの方が効率的だからこの解釈が正しいとか、本来はそうやっていくんですね。ただそこまで難しいことは試験には出ません。今は、あ、こういった解釈をするのを論理解釈と言うんだなと押さえておけば十分です。じゃあ次ね、拡大解釈と縮小解釈。拡大解釈、これ拡張解釈とも言います。拡大解釈とは、法の文言に抗議と協議がある場合に抗議の解釈を取る方法。例えば試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に、一般のタバコだけでなく葉巻を吸うことも禁止される。広げて解釈する。で、15ページ、縮小解釈。縮小解釈とは、法の文言に抗議と協議がある場合に狭い方の解釈を取る方法。さっきと逆、試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に、一般のタバコのみが吸うことを禁止されると解釈すること。で、ある規定を拡大解釈するか縮小解釈するかは、結局どちらの解釈が妥当かという観点から決定されて、これは他の学問の成果を使ったり論理を使ったりして決定していきます。で、次に扱う類推解釈と反対解釈のどちらを取るかという場面についても同様。これはね、具体的に民法とかね、いろんな法律をやっていく中でやりますけど、あと立法者意思って言って、国会最初に作った時どう考えていたかとか、いろんな要素を考慮して決めます。じゃあ次、類推解釈と反対解釈です。括弧1、類推解釈とは、法の文言の意味に含まれないものに対し、その類似性を理由としてその規定を適用すること。例えば、この川で鮭を取ってはならないという場合に、魚という共通点があることから鮎を取ることも禁止されていると解釈することです。で、財刑法定主義のもと、刑法においては類推解釈は禁止される。ただし被告人に有利だったらね、いいので、被告人に有利な類推解釈は許されるということになります。で、ちょっとね、時間ないんだけど、これ大事なんでやっときますね。拡大解釈と類推解釈は何が違いますか？言い換えると、刑法において拡大解釈は許されますか？これ許されます。ちょっとね、14ページに戻って、拡大解釈は法の文言に抗議と協議がある場合に抗議の解釈を取る方法。つまり拡大解釈は法律の文言は超えません。文言の中で最大限かは分かんないけど、文言の中で広い意味を取る。タバコに葉巻が入るって違うっていう人もいるけど、まあ入るよなんて人もいますよね。文言に含められる範囲です、あくまで。で、類推解釈ってのは似てるから適用するんだけど、文言を超えます。だってこの川で魚を取ってはならないだったら鮎入るけど、鮭ですよ、鮭と鮎別じゃないですか。
文言の範囲を超えちゃうのが類推解釈で、これは罪刑方程式に反する。刑法だったら、だって書いてないんだもん、あゆって。いいでしょうか。で、反対解釈は類推解釈の逆で、反対解釈とは法に規定されてない事項についてその法規の適用を排除すること。で、この川で鮭を取ってはならないという場合に、鮭以外の他の魚なら取っても良いと解釈することを言います。で、もちろん解釈ってもあるけど、これ類推解釈の一種です。ある事項について法が規定していることが同一属性を持つ他の他の事項にも適用されることが当然自明であるとする解釈方法。例えば10万円の賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とするという規定がある場合に、100万円の賄賂を受け取った公務員はもちろん懲戒免職とすると解釈する。これ具体例でふーんと思っておいてください。で、法の解釈は民法とかで具体的にやっていくので、今はねレジュメで見た具体例を理解して、あ、こういう名前がついてるんだってイメージできれば十分です。では16ページセクション7、裁判員制度。で、我が国では国民が刑事裁判に参加する制度として2009年から裁判員制度が実施されています。で、1、陪審制と参審制。国民の司法参加形態には市民だけで有罪無罪の評決を行う陪審制と、これ要するにプロの裁判官を職業裁判官というんですけど、プロの裁判官は一切入らないのが陪審制で、職業裁判官と市民が一緒にやる参審制があります。で、我が国の制度は実はどちらの制度でもないんですが参審制に近い。なぜかというと法律の解釈だけは職業裁判官が全部やるから。これ刑事訴訟法で詳しくやるんだけど、ただ参審制に近いです。ただそして我が国ではかつて昔ね、戦前には陪審員制度が導入されてました。で、裁判員制度、死刑または無期の懲役、禁錮に当たる罪に関わる事件など重大な刑事事件だけです。民事事件じゃないです、重大な刑事事件で、裁判員、市民から選ばれた裁判員は裁判官とともに被告の有罪無罪及び量刑を決めるが、法令の解釈だけは裁判官が行う。だから完全に市民と職業裁判官が共同しているわけじゃなくて、法令の解釈だけは職業裁判官が行うから参審制そのものではない。一部だけは職業裁判官があるから、でも参審制にかなり近いってことです。意思決定は原則的に裁判官3人と裁判員6人から構成される合議体での多数決によって行われる。被告人に裁判員制度を拒否する権利はない。アメリカは、ね、陪審制度拒否できます。で、裁判員には守秘義務がある。裁判員は衆議院議員の選挙権を持つ者の中から抽選で選出されるが、学生や70歳以上の者のほか、仕事上著しい損失が生じる場合や育児介護などやむを得ない事情がある場合は辞退することが可能で、日当や交通費宿泊料は支払われるが、参加に伴う損失保障はない。例えば1日100万円の売上を上げられる営業の人が休んだとしても100万円は保証してもらえない。あくまで法律で決められた1日数千円の日当が支払われるだけ、保証じゃないんだ。あくまでみんな決まってる一律の日当とか一律の基準で定められた交通費とかが支払われます。いいでしょうか。あとね、書いてないけど一審だけね、裁判員裁判一審だけで、高裁とかに行くとプロの裁判官だけにまたなります。いいでしょうか。すいません、ちょっと 2,3 分延長しますけど、セクション8、基本的人権の歴史、これ憲法でもやるんだけどポイントだけやります。基本的人権は人権ないし基本権とも呼ばれ、人身の自由、表現の自由などの基本的人権を総称する言葉です。で、人権は憲法で詳しくやりますけど、人権保障の変遷、国民権という地位に伴う権利から人間であることによって認められる普遍的な権利となりました。昔は例えば日本で人権っていうと日本国民しか保障されなかったんだけど、今ね、日本にいる外国人も性質上可能な限りは保障される。だから人間であるがゆえに人権があるんだって発想になってきます。あと自由権から社会権、自由権は国家からの自由、自由に何していいって権利から社会権ってのはね、国家にね、例えば私貧しいからなんとかね生活保護とかくださいとか、そういう権利も入るようになった。で、法律による保障から憲法による保障へ。で、世界各国の人権宣言なんですけど、ちょっと時間がないので重要なところだけやります。まずね、イギリスの丸さんの権利焦点、これマークしておいてください。で、大体ね、
歴史の授業じゃないので年号を覚える必要ないんですけど、大体の前後関係は覚えておいてください。フランス革命よりだいぶ前で、国民の生命財産の安全と議論の議員の言論の自由保障で、名誉革命の成果を法制化、議会主権確立へ、後にアメリカの革命に大きな影響を与えた。で、アメリカはまずアメリカ独立宣言、これね、独立宣言に人権書いてるんですよ。アメリカ東部13州が英国から独立したことを宣言する文書であり、後の第3代アメリカ大統領ジェファーソンにより起草された。で、国民に天賦不可侵の人権を認めました。あと革命権、革命権というのは政府が国民の人権を侵すならば革命を起こしてもよい、ざっくりとそういう感じで、アメリカ独立した後にアメリカ合衆国憲法ができました。これ連邦政府樹立の必要からワシントン議長に憲法制定会議が開催され、制定された憲法です。で、これ連邦憲法、アメリカ合衆国って連邦です。連邦って何かというと州が国ね、日本でいう州が国、州が国で、国が集まって緩やかな連合体がアメリカ合衆国、名前からしてもそうですよね。で、これは連邦全体の憲法です。だからこの他に州の憲法もアメリカはある。で、あとね、構成憲法って名前を覚えておきましょう。構成憲法とは、憲法を改正する際に通常の法律の制定手続きよりも厳格な手続きを必要とするものを言います。要するに法律より憲法の方が変えにくい、これを構成憲法と言います。で、大義語の何制憲法ってのは法律変える手続きと憲法を変える手続きが一緒で、イメージなんですけど、変えることが難しい方が上ですよね。大切だから変えにくいんですよね。だから構成憲法ってのは法律より上なんだってことをある意味示していることになります。そして現在の日本国憲法も構成憲法です。なぜか、ちょっとね、条文見ましょう。96条、憲法96条をご覧ください。この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。憲法を変えるのは簡単に言うと衆議院の議員3分の2、参議院の議員3分の2プラス国民の過半数で、法律変えるのは原則衆議院半分、参議院半分でいいんですよ。法律よりもはるかに憲法が変えにくいから、日本国憲法は構成憲法です。で、日本国憲法のね、変えにくさは世界有数です。非常に変えにくい憲法です。で、アメリカ合衆国憲法戻ります。ほぼ完全な三権分立制度を採用で、国家レベルでは世界で最古の成文憲法です。でね、17条の聖徳太子の憲法とかあるけど、ここで言う憲法は実質的意味、近代的意味、立憲的意味の憲法です。これ憲法で詳しくやりますけど、要するに17条の憲法って、憲法って名前のもの全部入れるんじゃなくて、何か意味を持ったのが憲法って言ってるから、アメリカ合衆国憲法は世界で最古の成文憲法になります。これ憲法で詳しくやります。で、後に修正条項によって個別的な人権規定が設けられた。いいですか？アメリカ合衆国憲法はできた最初は人権書いてない。なんでかっていうと、これは独立宣言に書いてあったからですね。独立宣言に人権が書いてあって、合衆国憲法に最初人権は書いてなかった。後から付け加えられました。で、もうちょっとで終わります。で、フランス人権宣言1789、合衆国の独立の後ってのは覚えておいてください。で、フランス革命を背景にして宣言で、個人の自由、平等、安全及び明日への抵抗権を自然権として、全ての政治団結の目的は自然権の保全にあるとした。これさらっとでいいです。国民主権、思想表現の自由、権力の分離、所有権の不可侵などを宣言で、だいぶ後になってドイツ、ワイマール憲法、世界で初めて社会権規定、これは押さえておいてください。で、だいぶ最後ね、駆け足になりましたけど、人権の歴史については、今講義で言及してきたところぐらい押さえておけば十分です。で、あとは憲法でね、またやります。
で、これが全体構造編なんですけど、全体構造編はね、さらっとでいいんで復習しておいてください。で、条文出てきたとこは条文引きながらやってください。でね、こればっかりガツガツやってもしょうがないですよ。これはあくまで他の民法とか憲法を勉強するためのベースなんで、これあるやったら一回復習したら先取り学習ついてるからね、民法とか憲法とかもうね取り組んじゃってください。その方が分かりやすいです。で、生講義もね4月から民法始まりますので、ぜひね、どんどんやっていきましょう。で、法律結構難しいんですけど、もうね皆さん試験受かるって決めたならやらなきゃダメです。なので一緒に頑張りましょう。それでは入門講座全体構造編第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。